も日向愛子です。麻雀の匠久々に帰ってまいりました。今回のゲストは中林圭プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見たいっていうお声たくさんあったんですよ。ありがとうございます。麻雀も喋るのも得意ですよね。麻雀も喋るのは得意ですけど、麻雀喋るのは得意じゃない。え、あんまり。どうしよう今日。自分の麻雀どういう麻雀だよってこう簡潔に説明するときいつもなんて言うんですか。普通。すごくバランスがいい。そうですね、バランス型みたいな。どんなところを自分の麻雀見てほしいって思ってます。なんて言うんだろうね。なんだろう、見てる側はすごい違和感ないし、僕早いにできるのかな。早い、確かに。じゃあ普段あの M リーグでもテンポよく切ってる中にどんな思考があるのかを今日はさらけ出してくれるってことですね。そうですね。おお、はい、楽しみです。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではトーン1曲開始です。皆さん手配を開けてください。他の3選手はヘッドホン、そして音楽を爆音で鳴らして声が聞こえないようにしております。この麻雀の匠トーン1曲、中林さんはシャーチャスターとドラがウーソーです。さあハイパイは悪くない、良いね。いいね、頑張りたい手配来ましたね。来ましたね。チューンは泣くのか泣かないのか。泣かないですけど、これ今んとか泣かないですけど、泣かないと結構郷さんがね。あ、今度なんで泣かないの。ギフシャクしちゃう。ギフシャクしでもこれもう3色も見えるし、なんか泣きたくないですよね。そうですね。でも実際、でその赤割りだと3色とか無理に狙うよりも上がり率を上げた方が僕いいと思ってるんですよね。今回は M リーグルールを採用しておりますので、赤絵が5に1枚ずつ入っています。そうか、ってかなるとそんなに執着はないってことですね、そこに。そうですね、やっぱりね、この普通のルールと違う、普通のルールというか赤がないルール。そうですね、赤なしと違って打点が簡単にできちゃうんで、相手の手潰すっていうのもね結構大事だったりするんで、自分が安い時誰かが高いですもんね。そうなんです。で、イシャンテン、愚形でもリーチいきます。いや、いかないですね。いかない、ほぐす。スペンサンド外していこうかなっていう感じですね。今はチュン泣きます。泣かないです。 OK です。泣くときにこうチェンジしたときぜひ教えてください。わかりました、さあ親がローピン手出しでした。手出しつもぎりってどれくらい見ます。いや、あんまり見なくはないけど、その大事なのしかあんま見てないですね今現状だと。そこまで目立ってないか、両脇だってあれですもんね、上下は自敗が多いだけですもんね。そうですね、ハーマン手出し、ローピンの後に でも初よりも後にインストが出てきてるんで、上ちゃんね、そこの周りはちょっと持ってそうですよね。孤立だったら先に打ってそうだよなってことですね、しかも親の現物だし。そうだ、そこ一つ大きいですよね。そうなんですよね、気に入らないって、僕はこういうスペンサンゾとかすぐ払っちゃう。気づいたらなくなってましたね。そうなんですよ。結構私もそっち寄りなんで嬉しいです中林さんと同じだと思って。いやいや、あ、ローピンが3枚見えになりましたね、自身の目から。現状ちょっとやっぱり上がりやすい色みたいなのがあって、ピンズが一番上がりやすそうですよね。場に安いって言われるね、いっぱい切られてる種類が今ピンズですね。確かに、はい、で逆に想像がやっぱり今のところ高いんで、1,2 だけ、はい、なるべく想像にはしたくないなっていう感じですよね。小さ手だしドラ色なんですけどね。そうなんですね。さあ、お部屋がチューンちゃんぱい増えてきてる。次のチューンは泣きますね。え、2枚目。2枚目は泣きたいですね。そうなの。泣いちゃうの。もう泣きたいですね。もうこれこの順目に来てまだ全然進んでないんで、6巡目、7巡目あたり、はい、さっきとね、基本あの形ベースは変わってないんですけど、泣きたくなっちゃったんですね。やっぱり上がりの方が価値が高いと思ってるんで、上がりやすい形にしていくっていうのを大事にするんですけど、もう一目でどこにするかですね。引かないですね、何も今のとこね。早くローソー聞いたいなそろそろ嫌になってる、確かに嫌だよな、こんなドラそば持ち続けるのもね。でもドラ来たら使えるからな。まだローソー切っていても一応スライドできますもんね。そうなんですよ。お、ここで切れたぞ、ドラそばだ、ローソー。これはもうね、もうちょっと怖くて思ってらんなかったですね。パーピンとチューンのシャンポンはリーチしようと思ってます。
アンピも悪くなさそうですからね。本当だ、ピンズがね、うん、何安いって言ってた。オパワンは？オパワンはもちろんリーチですね。お、先にチーマンを打って安全牌残しましたね。このチーマンはね、2人にちょっと危ないんで。2人っていうのは、親とペイチャスね。うんうんうん、1人ね、数万切ってて筋ですもんね。うん、親もちょっと濃いっちゃ濃いですけど。そうですね、チーソー手出し入った後にランド手出し、うん、でも何も発生だったりはないですからね、まだ、うん、でも結構形は整ってそうだな。ち中部さん、はい、そっから泣くなんて連絡くれなかったじゃないですか、私たち。もう3枚目ですからこれ泣いた、仕掛けて、はい、テンパイ取りました。こっちから泣くんですね。いやもう何枚目やったら泣かないんですか。2枚目は泣かなかったかなって感じですけど、だって5、1個も見えてないでしょ。いやそうなんですよ、5が見えてないのにやっぱり8が見えてる方が嫌だなっていう感じですね。確かにね、端っこに近い方のが結局上がりやすさあるのに、うん、それがたくさん見えてるのがちょっと不満で、そうっすね、やめちです。ひげ、まだあったよでもこれ自分のとこじゃないんで、もともとそうですね、はい、チンバックテンパイを取ります。山にはきっとありそうな気がしますね。ありそうですね、うん、ハーピンではロン上がりができない、うん、というか誰もリーチも入らない、仕掛けも入らないぞ。うんうんうん、今でもこの自分に俺の仕掛けにチーマン先にされてるパーワンチーだしペイに対してチーピンとか押してきてるんで、そうじゃね、うん、ちょっと怖いは怖いですよね。あーそ そうシーソーが3枚見えか、うん、場には一つ仕掛けを入れた後に周りがどうやってね返してくるか大事ですよね。そうですね、うん、あら振り手になっちゃって今の同順だと上がれな いですね。でも今出たポン、今出たらポンしてパーピン切りそうですね、うんうん、ローピンもねワンチャンスなんでパーピン、パーピンってどうにかなりそうだし、パーピンポンしても良かったですけどね。あ、その時はチュンってことですね。はい、それどっちがいいの、教えて、赤林さん。もうちょっと順目かかったらパーピンはポンしたかったですね。次出るパーピンは、次出るパーピンはポンしますね。ポンしてチュンチュンっていきたいですね、うんうん、お、積もった、うん、闇点が入っていた。インフーツもアカーかドラ高い、高いですね。お、今パーって出た時にあのソーズとかってどうするとどうしようと思ってました。ソーズは全然切ろうと思ってましたね。あ、実際リーチでもないですしね。うん、うん、まあ、昇降量増照らしちゃったのはね、うんうん、ちょっとあれかもしれないですけど、これですね。そうですね、うんうんうん、一つやっぱりこのチーソーの後とかのその次の照らしとかもしっかり見てましたもんね、うんうん、じゃあ実際皆さんがどんな手か見てもらいましょう。手早けてください。うんうん、赤、赤ドラドラ、形シャンテン3色が見えるといったところで、ここは親の闇点が決まった、はい、エミリーグルールって赤あるから、うん、闇点の高いのよく飛んできたりしますよね。そうなんですよね、はい、そのあたりでどれくらいこうケアってした方がいいですか。やっぱり自分が仕掛けた時とか相手が仕掛けてて、その共通認識でここって危ないよなっていう入ってあるったりするんですけど、それが出てきた相手に関してはやっぱり対応してくるいくかなみたいな感じですよね。この順目でその新キャラの濃厚なとこ出してくるってことはみたいなのをチェックですね。で、特に M リーグだと、うん、そのね、コメント欄で叩かれたとかもするから見るの結構俺は見ないですけど。あ、見ないんですね、私と一緒です。その言われるじゃないですか、だからこの切った時に、うん、なんかこれ打って何か言われるの嫌だなみたいな人も多分いると思うんですよ。多分ね、だから結構そういう人たちはその押した時の信頼度が高いなみたいな。あ、堀さんとかは逆に全然気にしないから。いや、じゃ、え、待って、選手のそういった、うん、あの性格じゃないですけど、はい、そういうところもかなり意識あるってことですか。それはかなり意識ある。ちょっとそのリスト欲しい。ないですよ、頭の中に。書いてほしい。この人がこうしてきたらこういうんだろうなみたいな。ジャガノート、ジャガノートすごい楽しみ。あの後でこっそり教えてください。いやでもなんか大体みんなが思ってるようなことですよ。うん、それを結構言語化しただけであって、はい、一緒の認識かどうか楽しみです。はい、はい、では次回はトム一曲の一本はどんな展開になっていくんでしょうか。次回も楽しみに。それではトム一曲一本は開始です。皆さん手配を開けてください。どんな手が来るかな。ドラはいいピンです。
前回ね親のレンちゃん決まりましたから、うん、トーン1曲のまま。お、赤が1枚ある。いいですね、林さんの手はいい手だ、うん、これいい、結構いい、これ結構良くないですか。 あんまり、なんか攻守のバランスは取りやすそう、以上って感じですね。あ、これはどうするんですか。これはもう泣きそうですね。お、泣いてく、はい、ここは僕はそれは泣かないかな。あ、残るんだ。7、8キロ3色が見えるからちょっと泣いてもいいかなぐらいなんですけど、うんうんうん、白が重なってなかったらね、こう 何から切ってたんですが、白重なったんで仕掛けが結構メインな手になるから、いいもんからってこと。そうなんです。あ、そうなんだ。はい、1手順だったらやっぱり自敗切っていって相手に重なる前にと思うんですけど、なんかここって正直どっちかになったとしてもそんな気にならない方多いじゃないですか。はいはいはい。でもその一つの思考大事ですね。そうですね、うん、それは結構大事かなと思います。泣きベースなのか、面前ベースなのか、はい、で、第一だからしっかり変わっていく。そうですね、うん、で今、親がちょっと想像が、ね、かなり安いんで、はい、想像で待ちはフィニッシュしたいですよね。すでにもう 3,4 順ぐらいでどの色の最後、はい、形がいいかっていうのはかなり目処立ててるタイプなんですね。そうですね、前回もそうでしたけど、はい、やっぱり上がりやすい色、山にいそうな色っていうのはね、結構決まってくるんで、うんうんうん、そこに標準を合わせて手組みができるのであれば、はい、寄せていきたいってことですね。そうですね。今回じゃん、でも2枚切れてますよ、いいんですか。うん、でもちょっと良さそうなんで、うんうんうん、全然いいかな。なんかすごい想像嫌いって言ってます。挑発的ですね。そうなの。そうなんですかね。まあ何か策を練ってのね、想像切り、はい、というか場に本当に安い想像が。そうですね、でこうなるとちょっと3色が見えてくるんで、さすがにこうですよね。でも数層引いたらペンチピン払っていこうと思います。数層引いたらペンチピン、うん、うんうんうん、白はちょっと泣かない。ピンズ全然見えてないですね。うん、ピンズ全然見えてないし、気持ち悪いぐらい。マンズも自分しか着てないんですよ。本当だ、1、3しか。そう、だから想像以外は全然情報がないので、うんうんうん、これ3色の仕掛けってあるんですか。3色の仕掛けはチーチー作戦、僕はしたくないけど、うんうん、しないと学園に帰ってくると怒られるですね。これもゴーさんだ。なんで泣かないのって。もともと白泣こうと思ってたらなんで今回泣かなかったんですか。ちょっと何が嫌になっちゃったの。他の人のスピード感に合わなそうのかなっていうふうに思って。カミちゃんとかですか。赤運送の後にロースを照らしなんですよね、はい、あれすっごい嫌ですよね。あ、親ね、うん、手出しだロースを、はい、いろいろそういうところが気になって泣く寄りじゃなくなっちゃったってことですか、うん、安全牌はちょっと持ちつつどっちの色なのかちょっとはっきりしてほしいですよね。あ、それが分かれば名探偵ね、マンズね。答え合わせできたかな、どうなんでしょう。マンズですよね、多分っていうかマンズなんで、うん、今はね、泣いてないですね、はい、カミちゃんのね、合わせといた方がいいですね。合わせた方がいいんだ。うん、ハツがポン、まだ1枚切れでポンされてパワー1が当たりとかになったら嫌なんで。なるほど、はい、パワー1ってチーできないですもんね、対面からならね。そうなんですよ、はい、チーペン盤に1枚切れ。ドラだって今度は。まあまあまあドラのね闇点でケアするってやっぱチートイツ以外ないんで。うんうんうん。半年分払い。うん。まあ、3ピアつもぎりだったんで。全然ね、あんまり。どうする？こうなったらこうしたですね。ほう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 。ここで初。うん。急走も小走も1枚ずつ切れてるんですけど、うん、山にいそうというか下茶以外は持ってなさそうっていう感じが。かみちゃんトイメンにはないやろと、ね、実際なさそうです。これ今動く牌あります。チーピンだけは泣くかな。おお、他はない。ハクも泣かない。ハクは泣く。ハクは泣く。チーピンとハクは泣きたいですね。チーピンとハク。ああ、しょぼいね。心の声ってこうやって出るのいいですね。普段あの M リーグ出てる時はああしょぼいぜって思いながらやってるんですもんね。そうす。さあどれを切るか、統一に手をかけるか、それともペンちゃんか。普通はね、チーソーキューソーって聞いたいんですけど、カンパーストが良さそうだなと思うんで。おお、なるほど。そっか、どう受けでもいいかな。それが来ればもうテンパイだもんな、役割の。そうなんです。うんうんうん、おっ、何のポンが入ったぞ、なんちゃですね。うん、いろいろ自敗も切ってて、マンズ、ソーズ6あたりも切ってて、何ポン、うん、手出しはローピン。カンチーはね、手出しは
の後にロープに正しい、うんうん、なるほど、これぐらいつきそうですね。スーソーはさらっといきました。はい、うん、イーソーは早い、イーソー通っててロース早いんでこのぐらいは切りたい。アマチとしてあるとしたらスッチーそうだけど、なんか手順的に違和感はありますよね、うん、そうですね、うん、親は親はいた、リャンソーだ、ロンだって、うん、はい、何のライチ2000は2300点、うんうん、まあ、実際スーソー自体は確かに当たりにくそうで、そうですね、やっぱり換気は払ったとポン出しローピンなんでロービン周りがね頭になってることが多いかなっていう感じですよね、ピンズ周り、うん、そうするとピンズ周りだとピンズの下と当たるとしたらピンズの下とリャンウーソー、一数ピンやリャンウーピンとか、そうですね、とソーズ、他はまあ、マンズはねあんまり当たんなそうですよね、ローワンパワー両方手出しみたいな感じだったんで、うんうんうん、手出しでしたよね、そうですなるほど、じゃあ実際ですよ今、はい、じゃあここに来たのがニャンソーでした、うん、行きにくい、もう行かない、どうします、一旦9ピン切りますかね、勝負牌にすると思いますね、ニャンソーだったら転牌した時にニャンソーを押すよっていう牌にして、うん、9ピンはねちょっと安全度高くなったんですよね、そうなんですよね、うん、なるほど、はい、他の皆さんの手牌も見ていきましょう、開けてください、マンズが高かったですね、ヤンシャン、ヤンシャンペン、ヤンシャンペンだな、でもすごいね、うん、ちゃんといっぱい集まってる、うん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 、ここイーシャンテン、下茶はイーシャンテン、さあ実際見ていただいて結構あ納得というか読み通りですか、そうっすね、はい、やっぱ想像が安くなってやっぱり想像山にめちゃくちゃいそうっすよね、うんうんうん、いやかなり中林さん、はい、見えてますね見えてますね、まあでもこういうことを考えて本当にの今後高くなる色とかを結構考えて交わってることが多いですね、うん、とても勉強になります、はい、この後も楽しみです、次回もお楽しみに、トン2局開始です、皆さん手牌を開けてください、中林さんはなんちゃドラが9ピンです、うん、今回の手牌はどんな進行になるんでしょうか、マンズが一面、ソーズ両面一つ、うん、よくない、よくないですね、まあ、よくなくても結構僕ね手なりに進めるタイプなんで、あ、はい、早い諦めたりはしない、そうですね、諦めの悪い男、うん、やっぱハイパー売りしちゃうとね、なんかどっかで聞いたな、なんだどっかで聞いたぞ、ハイパー売りすると期待値はもうほぼマイナス、ほぼっていうかマイナスなんで、今アベマズとドリブンズの顔がどっちも買いました確かにそう、でも今回仕掛けていける形じゃないですよね、まだね、そうですね、うん、はい、これはね3色はちょっともう見ない方がいいですね、あ、なんかこううっすら3色だったり、うん、すっごい遠くにかすれてちゃんと見えるじゃないですか、はいはいはい、さよならね、さよなら、明かりはもうちゃんととかね3色とか見ないで、うん、違う違う、上がりやすい形を作っていった方が絶対いいですね、はい、結構これもタイプに分かりますよね、人のね、そうですね、うん、お、ダブトン切った、ちょっと怖いですね、安住面、はい、もう急走が2枚切れてなかったら残すんですけどね、のーローソーしか意味なくなるのはちょっとあれかなっていう、そうですね、チーソーパーソー来た時の、まあ、B ペーコーもちょっと役割にはなりそうだけど、やっぱ親がねダブトンちょっと早かったんでちょっと受けたいですよね、怖いですよね、そこの意識はもう持ってるってことですか、そうですね、早い順目のダブトンとかはなかなか切られないんで、うんうん、やっぱり重なったらすごい嬉しいんで、そこに対して、まあ、あとこの手で補充したらすごいバカらしいじゃないですか、いやもうすっごい嫌、嫌でしょ、耐えられない、辛い、辛いでしょ、苦しい、悲しいから、うん、やっぱりこうしたいですよね、おお、ションパイのハークを打ちましたね、はい、やっぱり親の現実の方から、うん、ここは残していきたいですね、ヤンマーはね、親の現物、はい、トンも親の現物、パック合わせる形になりました、トイメン、ドラ切りどうですか、今回5巡目の9ピン、ひもじゃ、いや、普通に親が早そうだから先に切ったっていうパターンもありそうではあるんで、うんうんうん、ドラ切りだとあんまりね、そこまで普通の競技麻雀よりも明かりの方がドラ切りの
トーンは下がりますよね。あ、この人怖いなっていうのは下がるですね。すごい絶対気にしろってほどでもない、でもないです。場面がちょっと多い、はい、うん、やっぱり上がりの方にみんな重きを置く気がするんで、一応こう形ターツ候補は足りてきましたね。うん、でももうなんか けどもだけども、うん、カスみたいな私言わなかったんだけど本人から聞けてよかったですね、はい、うん、 D、E ランクぐらいの、そうですねこれはきついですね、うん、でも最後にテンパイだったり上がりの目は見てるってことですもんね。そうですね、まだですね、今ね、ドラが立てとかね、見たらね、ちょっと話は変わるんですけど、やる気は出るか、うん、まあでも普通あんまり出ないですよね、ドラドラでカンチャンカンチャン、ヤンカンカンチャンの、ね、うん、よりそのこのリーチ入った時にみんなに安全に手配進められてる方がいいかなみたいな。実際今スーパーでパンパンじゃないですか、はい、各方向にも対応できる準備はできてるんですか、これ。そうですね、ここら辺は下っちゃってもらえるし、うん、ここら辺が大丈夫です。リャンピンも親に、はい、厳密ですし、こう今の場で言ったらね、他の自配の安全配とかを色濃く残さなくても、うん、手を組みながら守備にもできるっていうのはいいですね。うん、そうですね。逆にこれがね、あんまり親の現物がないとかだったらこういうチューンとかも結構残すんですけど、うんうんうん、一応現物ありますからね、今ね。そうなんですよ、うんうん、あら9万手出しだった、あ、言ってたやつやで。ここでちょっとだけやる気出ますね。ちなみに入った時はリーチング、そうですね、やりますか。まあ感想、まあ、もリーチか、リーチですね。やっていい。うん、でペン三品はね、親がペン三品払って、感三品は親が、お、リャンゾー、あら、振りってんじゃない、いや、なんか切ってるよ、ミステイクですね返してもらおう作戦ですね、うん、からのウーマンだって。ウーマン、どうでしょう。ですね、数字ペン三品になってリャンドッチのチー出し上は、はい、お、そして下茶がリーチって言った宣言牌は嘘です、うん、これは押せないですね、もうね。あ、お店閉めちゃう、お店閉めたくなりますね。親の仕掛けと下茶のリーチ、うん、2つにこう挟まれて、このドラドラの手、ドラドラとはいえ暴れそうにはないんで、いいんですか、本当にいいんですか。参考したいですね。まずは2人に大丈夫な、はい、うん、おー、一発つもだ、たけベンタンピン一発つも、赤赤、うん、ハニマンハニマン、まあ、綺麗な手が決まりましたね。これ泣きするからですね親の手どう思いました。まあでも全そのタイヤオで行こうとしてるけど、ウーガーは先にして Q1 はね、全方向で結構安全なんで、 Q1 の統一の都市を途中でそうやめてみたいな感じなんですね。お、じゃあ皆さん見ていただきましょう、うん、はいはい、タイヤオ系赤い位置ですね、うん、形はいいシャンテン、うんうん、はい、小さいいい町だな、本当ですね、うん、めちゃくちゃいるのか、そうでもないか、水槽2と水槽2じゃない、水槽2、1だ、水槽 1、 山さん、いや、またまたしても今度は小型の大物手が決まりましたね、はい、でもこの次親を迎えますから、はい、親での立ち振る舞い方ぜひ教えてください。はい、頑張ります。皆さん次回もお楽しみに。それではトン3曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドラがスーピン、中林さん親がやってきましたよ、うんうんうん、赤はない、ピンズ一メンツ、ドラある、カンちゃんが一つ、はい、ジャントーはある、トンは重なればダブトン、そうですね。さあどんな進行でいきましょう。親番です。まあ普通はリーチ手順なんですけど、厄介重ねたら、1枚でも重なったらちょっと本位かなり強めに見ようかなっていう感じですね。ピンズですね、はい、で特に展望状況的に神茶はあんまり僕に絞らない、うん、じゃないですか。おお、なるほどなるほど。神茶は上がりに行きたい人だと思うんで、ラス目のね、神茶、はい、あ、そういったところもトンバでもかなり意識持つんですね。そうですね。え、これが トップ目とかだったら神茶が変わるんですか、はい、また。そうですね、トップ目だとちょっとリーチ手順の方が好きかなっていう。まだトン3曲なのにいろいろあるんだな。
今チーマン入って、はい、ちょっとリーチ寄り、ね、そうですね、もうリーチ寄りになったんで一層もキュービーも切らず、うんうんうん、それはちょっと削除したってことですね。じゃあ、はい、買い重ねるっていう選択はちょっと嬉しいのはやっぱりダブトンか、はい、ダブトンさえ重なればもうまた泣き思考ですよね。そうですね、ダブトンは泣きますね。ダブトン重なったら、うん、ダブコッパーはね金で。中林さんの中で大きい打点ってどこからなんですか？5-2っすね。5-2なんだ。残球は違う。ちょっと違う、ね。3900は。イーマン切ってる。あ、山はつも切りとしました。はい、このイーソーって何ですか？これイーソーは普通に欲しいなっていう。ポーズの下。うん。キューピンは？キューピンやっぱチーピン引いた時はね、この4-5-6-7-9って形で連続形になるんで、うんうん、はい。意図的に持ってるんですね。そうですね。これは、うんうん、ここでイーソー構図がちょっと手厚くなった、うん、3と切られて8-3想定だしちょっと早そうですね。ねえ、下茶です。シャア安全牌か、2枚切れのシャアを手出ししました。プイメン、うん、まあ、2枚切れになってから手出ししてるんで、当時は1枚切れだったん でその前に急走パーソーって切ってる考えると、うんうん、まあ、そこまで、なんていうんですかね、手配進んでるかっていうと、うんうん、あれな気がしますね。そうでもないかな、うん、ちょっと分かりにくいですね、まだね、うん、まあ、でもペンチャンターツ外してるんで、ターツは揃ってる可能性は高いですね。いいピン手出し、スピドラ、うん、2ピン、3ピン、ここら辺持ってそうですね、うん、チーソー、スーソー、手出し、今回は自力でこう埋めていかなきゃいけないですからね、現状ね。そうですね、ダブトンが重なればまだ話は変わるんですけど、 E ピンに照らしなったので、やっぱり2ピンが大体3ピンとか3ピンが出てきそうかなっていう。でペンチーソーよりもペン3ピン残してたっていうのはちょっと変なんで、ドラ表のね。そうですね、なんで想像5-6のターツは持ってそうですよね。想像5-6のターツ持ってそう、うん、そのスッチーソーとペンチーソーが受けが被ってるから、ペン3ピンより採用しづらかったみたいな。スッチーソー2回必要な形の方が嫌だよねって読み解けるってことだ。そうですね。ああすごい、実際会ってほしい。ウーピンつもぎり、これ会ってなかったらカットで。できません。できませんか。いや手が進まないぞ。いいですね、これは。これ嬉しい。どの形でもリーチいきます。いやスッチーピンとかどうです？スッチーピンはリッチいきますね、もちろん。換算ピンだけ外したくなっちゃうな。ソーズがね、比較的いいんで、そういう面がス、うん、ウーソーローソーのターツ持ってるってことは、スッチーソー持ってなさそうですよね。あーって考えると、ソーズは良さそうなんですよ。あ、いた、遅いね、来るのが。でもこれしょうがないな。これしょうがないです。こんなのはもうしょうがないです。ただ、カンチーソーとか曲げやすいですよね。トイメンチーソー持ってなさそう、上茶を持ってなさそう、下、うんうん、茶だけ持ってるかもなみたいな。なるほど、うん、いやトイメンもパターン的には欲しいことが多いとですよね。そうです、欲しいことが多いですね、うん、間違いなく入ったらきっと後から入ってだろうなってことですね、うん、今 E1 照らし入ったんで、はい、上茶ですね。でも統一落としっていうよりは僕の親の現物として取っといたっぽいですね。あ、親のケア込みならあるか、うん、やっぱローピンよりは先に切りたいし、順目が、ね、深くなってきて、そこら辺持ってたみたいなね。ローピンはつもぎり。つも悪いですな。捨て牌だけだとすごいもうカスカスですね。カスカスですよ。本当にいい手なんですよ。え、でも実際これでリーチって来られたら周りは嫌ですよね。嫌ですね。だって全然現物ないじゃないってなりそうですよね。うん、いい想定だし。この地面でもね、結構みんな1枚ぐらい安全牌を持ってるんで、うんうん、今のイーソーも親の現物でね、2人現物でしたからね、はい、しかも3増3枚切れで比較的通しやすいと。こういう手って残り何巡ぐらいで形式転敗考えます？他残り2巡ぐらいまでは結構頑張っちゃいたいなっていう。いいですもんね、もっとしょうもなければね。そう、早めにね、うん、取ってもいいんですけどね。なんなの。怒ってる、怒ってる、見てこの捨て牌。トーン以外ヘッダーにしたいぐらい悪いですね。悪いですこれ。
いやでも残り2巡ってことはまだ当分自力で頑張るとですね。そうですね、あと2回はね。うん、あとスーピーのポンしたいですね。あ、スラポンか、みんな押したいんで。すごいねこれ。あれないのか、このまま終わってしまうのか中場所夏が。いやマジ本当あっという間ですよ夏って。早いですよね、終わるのね。終わるの早いです、はい、来た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 、リーチだ、トイメウーマン切り、はいはい、あいや困ったよ。リーチ入った場合どうです、テンパイ取るとか。リーチ入った場合はテンパイ取りそうですね。取りますか。で今ウーマン切りリーチで、ウーマンが2枚切れてるのウーマン切りリーチじゃないですか。あ、本当だ。ってことはあの形、あれってシャンポン系 のケアはしないんですよね。シャンポンとして残したないんですよ。556とか、まあ、ないよねってことだ。ないんで確かに、もう危ないし。持ってきたな、警備。でもスッチーソのターツと、で、カンリアワンとかカンパーワンとか、13のターツとか、33とか77とか持ってそうですよね。の、マンズ、うん。そうやって読むんだ。はい、本当だったら、イーソーよりもウーガン切るじゃないですか。そうですよ。とか持ってれば。だって、アンコンならんもん。そうなんです。うんうん、ってことは、あれはどういう風に何をフォローされたかっていうと、リャンカンとか、サンワンとかチーワンのシャンポンをフォローしてただろうと。バンズでパターン的にはそこが待ちだったり入ってるパターンがあるやつですね。そうですね、うんうん、先に埋まったかどうか、はい、中筋の論争として、はい、キューピンは一発では打ち抜いていきませんでしたね。そうですね、ちょっと 順目がねあれだし、テンパってないですからね。テンパってたら切るんですけど。俺テンパなんか通りそうになったよ。通りそうになりましたね。なんかキューピン通りそうになったよ、あの時2回切ってるキューピン。なんか来たなんか来た、なんか来て、白切りリーチ来た。なんか来た、テンパイしたい、テンパイしたいけど。そう、追いかけた、3! で、3件リーチになりました。あと、ツモは1回あります。ですね、激アツですね、これ。激アツですね、チーピン良さそうですよね、なんか。はい。さあ、あ、でも9ピン照らしちゃって、あれ、ピンズ789だったっぽいですね。あれ！あー！また頭跳ねされた。あー芸術点高い。本当にうちのスッチーピンな嘘なのに、面ピン一発赤ドラ裏アルマンです、横色です、インパチです。皆さんの手配開けてもらいましょう。うん、やっぱ想像56のタツを持ってますよね。合ってる、すごい、はい、え、言った通りじゃないですかね。え、怖っ、3もあったし、3もある、なんなら3と6のおシャンポンつもり3本校でしたね。本当ですね、気合い入れてますね。ローアンギリしないんだ、うん、やんめんの。でも安くなる、それだと、うんうんうん、積もってもね、安くなる。いやすごいや、こんなに出るんだね、頭跳ねってね。本当だよ、あの時の頭跳ね、うち私家でこうわーってやってました。わーキューマンわーってやってました。わーとかじゃないよ、はい、思い出したくないんで。でもこれ一発、インパチですよ、インパチが。リーチ一発ドラ4パク裏一でパイマンでした。中林の夏が終わりました。はい、はい、ということで今回はテンパイをしたんですけれども、横移動という結果、いや、かっこ頭跳ね、かっこ閉じるという結果になりました。この後まずトンバラス、トンラスとなって親が落ちますので、どんな展開になっていくか、どんな思考になっていくのか注目です。次回もお楽しみに。それではトン4曲開始です。皆さん手配を上げてください。ドラは3層、中林さんの親は終わってしまいましたが、うん、手配今回どう進行していくか、ペーチャ子供。これはいいですね、だいぶ。今ね、ラス目なんですよ、実は。こっからですよ。こっからですか。誰だと思ってるんですか。中林家。はい、竜王ですよ。あ、違う、ただのじゃない、連覇。連覇ですから、普通の竜王じゃないんで、ね。連覇野郎、はい。嬉しいですね、ドラは。おー、今回はリーチ手順になりそうですか。そうですね、自然と。もう手なりで。リーチの基本的にはリーチメインで、三蔵ね、三蔵周りにはやっぱりかなりくっつけたいなと思うんで、ドラを使っていきたい、うん、うん、ここまで一度も上がりはありません、頭跳ねはありました。言わなくていいんですけど。前回のをぜひご覧ください。はい、今回の手を仕上げるときに、うんうん、ね、最初期どんな形になるかですね。はい、
手がいい時って周りのことって結構見ます？まあ、あんまり見ないようにはしてます、ね。まあ、はい、ようにはしてるというか、まあ、見るんですけどそこまで注意して見ないですよね。でも何泊の順番とか、うんうん、上茶、はい、段はお高瀬、泊は薬杯。そうですね。で、その下茶も何泊チュンっていう基準なんで、ね、単品系っていうよりはちょっと薬杯重ねたいなっていうふうに思ってたと思うんで、ちょっと遅そうなんですよね。すごい綺麗なこう面単品系見えた時って薬杯から落ちます、ね、そうなんですよ。相手に重ねられる前に綺麗みたいなね、うんうん、そういうのが最近の流行りなんで、うんうん、これ具系でもリーチいきます？いや、観覧図は僕はねあんまりいかないんですよね。ドライオ、はい、想像今高いですし。高い、バゼロ、バゼロですよ。でも行く？やめる？どうします？最終形、あ、そうそう、手出し、うん、対面がちょっと884、ちょっと早そうですね。ね、あ、これいいですね。お、アンプになってイーシャンって現実問題も近づいてきましたね。はい、まあこれはもうリーチ打つかなっていう感じですよね。そのままいきますか。はい、どれも早そうですし、ええ、下髪はね展望状況的に押しづらい。あ、3万点台持ってる2人です ね、 そうですね、うんうんうん、でこれは、ね、ちょっと誘惑あったか。チーマンが1枚。そうなんですよ、まあ、3色がねもう9ロビア半端になっちゃうんで泣きにくいんで、ね、本当はパワー残したいはあるんですけど、赤ワンね引いたら痛いんで。確かにそうだ、なんか全然輝きのない手だから忘れてたんですね。赤入りだ。赤入りなんですけど僕前作から何もないんですよ。あ、まあ、頭跳ねされた時ぐらい。頭跳ねもなんかドラの方が印象強かったですからね。確かに赤いちゃいましたけどね。うん、パワーピン今照らしして、安全牌の難を切った後にパワーピン照らししたんでローピン持ってるんですよね。最後の、うん、持ってると思います、かなり。だから、他2人はローピン持ってないんで、ローピンの上は2人にはノーチャンスだと思いますね。リーチ、ここでリーチをかけます。宣言通り、はい、このままリーチとしました。いや、だから今の思考って、もしじゃあ自分がテンパイできなかった時に下地やトイメンからリーチ来た時に、はい、現物がない中で導き出せるってことですね。そうですね。うわ、大事だな。そうだから、チーピン、パーピンとか他2人にはかなり通りそうだよねっていう、まあ、なんか出てきた時はカンちゃんやペンちゃんのパターンが濃厚ぐらいってことですもんね。そうですね。それもでもパーピンが3枚目ならワンチャンスか。はい、よく現物がないよって困った時って何に頼ったらいいかわからない方もたくさんいると思うので、うん、はい、読み大事ですね。キューピン切ってからの現物の難を切っていって、ね、皆さんの安全牌切っていっての手出しパワーピン、うん、この思考を今いただきました、はい、この難が挟まってるのがポイントね。ポイントです。あれが難なかったら何の話でもないですからね。そうですね、ただペンちゃん外してそうそうそう、はい、タイヤオンにしたかった、うん、タイヤフにしたいからパワーピン立てる方を見たみたいな風に可能性もあるんで。確かに。で、自信はありますか？これないです。ですよね、うん、はい、ご問でした。打たされたりですね。はい、一つね、決めればね、うん、打点もある程度つくし楽しみなんですけど、ね、自信はない。ほら、来たよ、遅いのよ、来るのが。わな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 、なんかスチーマいいな。そうですね。まあでもこれってやっぱリーチ入った後にローワン4枚見えたんで。そうだ、はい、あそこにチーワン全然持ってる可能性もあるんですよね。56、まあ、567で持ってる可能性もあるんで、リーチ後はあんまり馬強読みっていうのはしづらいですよね。引っかかったぞ。M リーグでも実際脳みそいつもそうなんですか？そうです。引っかかれと思いながらやってるんですか？そうです。普段の打ってる時なんであんな悲しそうな顔してるんですか？なんか生まれつきっすね。あ、そうなんだ。生まれつき。普段笑顔がすごいキラキラしてるのに、麻雀中今にも捨てられそうな子犬の顔してますよね。積もった。積もった、すごい。よくいたね。いたね。リーズもドラ。千二千です。裏は乗らず。千二千、初めての上がりが決まりました。いましたか、にゃんそう、うん。皆さんの手配も開けてください。見ていただきましょう。かんにゃんそうは。ね、うわ、すごいな。気持ち悪いぐらい当たってますね。うん、なんかピンズの上はみんなに通りそう。でまたまた早そうって言ったトイレも当たってますよ。は、本当に早そうですね。めちゃくちゃ光景。今もいいじゃんって。
いや合ってますね。意外とこの代表管理案像2枚いますね。2枚いた。嬉しい。高橋さん、初上がりおめでとうございます。ありがとうございます。かなり暗い手でしたけどね、決まりましたね。そうですね、まあ、リーチ打つことが大事ですね。やっぱリーチはいい役です。ぜひ皆さん使ってください。はい、リーチかけていこう。今回はあのドラと、まあ、場に他にリアソンも見えてない、基本的にはカンちゃん系のこういうのは崩したい場面も多い中で、そのままリーチといきました。中林さん、見事な結果となりました。この次回からですね、乱入となります。どんな展開になるんでしょうか、楽しみです。次回もお楽しみに。それでは9曲開始です。皆さん手配を開けてください。ここから乱入です。はい、残り1周ドラパーソー頑張っていきましょう。シャーチャの中林さん、はい、前回ね上がりを決めました。1000-2000、おかげさまで3着目、トップも近いぞ。そうですね、漫画に積もればトップなんで、今回も暗い出だ。なんか暗くないですか。いや、アポ入ってるルールでね、これだけ端っこに寄ってると暗いですね、ほんとね。そうなんですよ。どうします、どんなイメージでこの曲打たれます、このハイパイ。どうしたらいい。まあ、純ちゃんっすかね。純ちゃんに見えるんだけど、でも純ちゃんってあんまりほら好きじゃないんですよ。ねえ、嫌だって言ってましたよね。でも見ます、一応ね。万が一になる可能性もあるんで。仕掛けはしないです、はい、ところ。パーソーとかはしない。いや、したくないですね。泣いたところでカンジャンゾーカンジャンゾーペンチーピンですからね。辛いですね。辛すぎますよね、これ。もちろんスルーしました、今。はい。対応メインになってしまうかもしれないような、そんなハイパイだけど、うん、まだ全然で自然と自敗からいって、まあ、そんな早いことはね、ないですし。周りが、はい、しかもね、親にも今言いそう通ったし、嬉しいですね、こういうのね。そうなんですよね、こういうふうに自分が必要な範囲が通ると安全、手配の安全度が高くなってくるんで嬉しいですよね、うん、ちょっともう我慢できないですね。もう無理だ。あ、急走切りました。もう、ね、もう我慢できなかった。たった30の出来事でした。しかもね、シャアがね、完璧に世の中の、うん、一番の安全牌なんで、パーフェクトアンパイ、パーフェクトアンパイ、イーストオリアンズを照らすレースも多発センター変えちゃってますからね。対面の親、はい、やっぱりあそこが気になりますか。気になりますね、あの子が、あの子が気になりますよ。あの子気になる。いや、あの子が復活してきたらうちらいいことないですよ、あんまりラスメの親が。よくないですね、それは。ナンバからのゲームメイクってどう意識されてます。その、まあ、ラス前オーラスに向けてのそのそこから2着3着2着とかトップっていうところの位置に行けるように、まあ、基本的にはオーラスマンツモ条件が最低条件として残るようにどうにか展望操作していきたいなっていうのは思ったりしますね。トップ目と、まあ、イメージとして1万点以内1万点以内、まあ、もしくは2着目と1万点以内とかそういうのも全然ありますよね。はい、これはもう聞いたくなるな。あれ、パーフェクトアンパイさよならした。そうなんですけど、その親にね、もうヤンワンもイーソーも安全牌、パーティーも安全牌、カミちゃんにもイーソー安全牌、イーワン安全牌、下茶ぐらいですね。そうですね、現物持ってないのでね、はい、でもリャンソーが今度2枚目になって、おすすそも2枚目になったぞ。なるほど、こうなったら統一ってちょっと見えるんで、手の形次第ですか、それは。うん、ポンある？ポンはないですね。まだないか。はい。さすがにないですね。ないですね。はい。大体経典の方ですね、それね。はい。ドラドラとかだったら泣きやすいんですけどね。うん。換算は払ってきましたね、ジャンワン数は。いろいろこう形もいらないとこかなり、うん、ね、ターツ工具切れてますよ。いや、そうなんですよね、うん、ペン三蔵を外してペン換算は外してるんで、ね、結構怖いですよね。受け二つ勝利した形になる、はい、でももうイージャントになっちゃいましたね。そうなんです、どうされます。いやー、三ペン引いたらリーチしたいです。だから E1 でもリーチしたいですね。三蔵がちょっと良さそうなんですよね。三蔵手らしい、シャンポンリーチってことですよね。シャンポンリーチです、はい。E1 だけがちょっと弱いかも。でも3番悪くないかもしれないですね。悪くなさそうですけど、ちょっとね、このベペン3番じゃめくり合いしたくないですよね。親がかなり来そうなんで、うんうんうん、そのリーチかけた後に勝てそうなんじゃないとやったってことですもんね。そうですね、ウーマンだって今度手出し、両面手出しなのか、ダブルメンツ、ダブルターツか、ダブルターツ落としなのか。赤との買いもあります。
赤田の会話あんなに証拠しないんで、あ、ないです、ね、今のもう証拠に入るんですね。はい、あ、まあ、視点って結構見ます？見ますね。あ、見るんだ。はい、考えてる時に捨て牌キョロキョロしてる人と、白川さんめちゃくちゃ見ますよね。めっちゃ目合いますよね。麻雀中見つめ合うことあるってことですか？虎、うん、だって。虎ですね。中山さんもうダメかも。異常気象の手越しでも。これまずいかもしれないですね。どうします？あれだけもう意思表示されて、いいマンも切れて。きち。あ、でもこれよりいち行きたいな、リーチ。あ、今度はいいマンが見えたからこそってことですか？はい、良さそうですよね。いやなんかこう、勝ち合うの嫌だって言ってた時とまた場面が変わって、今度はリーチの思考になったってことですね。うん、そうですね。なんかこのペンさんは別に悪くないですよね。さあこのあと親が追いかけてくるのか、どっちなんだい、どうなんだ。リーチを受けた一発目の対応まずちゃんとチェックですね。そうですね、うん、さあ中林さんはリーチとしました。ポン、あ、なんか違う選手が現れました。そうですね、ピンズの本質っぽいんですよね。スーソリアンズを照らしだったんで、チュンポンですって。あら、なんですって。なん、ね、安全度の高い牌ですね。なんかね、キューピンは大丈夫でした。大丈夫ですね。周りがちょっと気になるかなといった中でも今回リーチと判断した。うん、いやなんかこれ良さそうなんですよね。普通あら、ローソナント押しちゃって。そうなんてないですよ、ね、私たちにとってないですよ、ローソナント。怖いですね。いやあれ何なの、あれドラキって、え、何なのあれ、ちょっと分からない。私教えてほしい。どう考えたらいいですか。ウーマンも手出しだったし、はい、ハウソーも手出しでしたよね。なんか来たー、まずいですね、追いかけリーチが入ったよ。仕掛けと追いかけリーチ、親もなんか来てる、はい、こうなるのは最悪なんですよね今。あー、いやー、なんかつもぎりリーチだって。あの子つもぎりリーチだって。つもぎりリーチ、ちょっと一回次の、切り番で考えましょう。そうですね、はい、一回ちょっと考えましょう。なんですか、あの子、親の子。なんなんですかね、現物待ちっぽくはないんですよね。スッチーピンだとしたら、これも追っかけないんで。そうだよね。互いの現物になってるはずなんで、難しいな。ハーソーで、あとローソー照らし。うん、ローソー照らしでした。難しいな。なんで闇天だったのかよ、ね、気になりますもんね。はい、これはちょっと、まあ、いやでも中林さんがそこまで強いスーパーがないからな、他に。うん、現物待ちって感じじゃないですね。もともと高くてかけなくてもよかったけど、3期目ならもうやってやっかみたいな感じですかね。うん、かもしれないですね。ドラパーソーがもしかしたらあんこから切られたチートイスとかも若干ありますよね。チートイスか、ツーワンムーンとかだし、ターツを何個か出してるってことはそういうパターンも考えた方がいいですね。うん、考えられなくはないですよね。うん、危ない。これ大丈夫ですか？これ大丈夫じゃないですね。これやばいです。これお祈りタイムですか、結構。はい、これはもう結構今つかまないことを祈りましょう。This is pinch ですよね。This is pinch です。これ結構、あ、なんか来た。あ、余計なことしない。これね、全集合か。はい、両面チェイが入って、ピンズ州の神茶がペイを問い通としてしました。これ買ったら激アツだけど、ちょっとやっぱり良さそうですよね。数は4枚出てるし、あんこの可能性はあるか。これいったべ、これいったべっていう心残りですね。はい、イカジ。スーピンは？ああ、これも大丈夫。あ、いやーこれ三軒リーチの中で、待って、スーマンはノーチャンスになったね。パワーしか持ってこない。おお、なんかでも耐えてますね。耐えてる。これ嬉しいですね。これでパワー持ってるので、まあまあまあ、めちゃくちゃ嬉しいですよね。ああ、負け。ロソツモだ。ああ。リーズもいいペーコ。ドラ。はい。ドラ。やっぱチートイツっぽいよな。イーペーコ赤ドラ、はい、いやーこれ今回ね2軒目のリーチ、西本さん勝ちましたけど、うん、みんなの手見てみます。うん、なんかやっぱりあの切れない無筋短期のチートイドラドラに見えますね。めちゃくちゃいきます。それで、ね、読みはいいで、ファイナルアンサーですか。はい、ファイナルアンサーです。はい、じゃあ手配開けていただきましょう。すごいすごいね、プロや。おお、え、すごいね。いや、すごいよ。3枚いましたね。やっぱいるじゃない、3枚。2枚いましたね。しかもラウラウだ。ラウラウ、あ、いや、ラウラウだ。いや、しかもローピンニヤマじゃん。ローピンニヤマだ。いいえ。ローピン自信ないよね、でもね。だけど、
こっちも震えてたからね。震えた。いやでもすごい。中林さん、うん、トッププロや。トッププロですよ。普通のプロじゃないですからね。ちゃんとカメラ目線で言って。普通のプロじゃないですから。トッププロですから。ありがとうございます。ということで、また1000点は減りま、あ、じゃあもっと減ったわ。積もられたから。2000点。はい。合計3000点減りましたけど、読みはバッチリ一流でした。はい。トップ取ってほしい。今後頑張ってほしい。次回も、はい、次回もお楽しみに。次回に行きたいです。それでは、難2曲開始です。皆さん、手配を開けてください。ドラはいいピン。ここまで見事な読みは見せておりますが、ご自身の流れとしては1000、2000、1回。3着目です。1万8000点。あと最短で3曲。僕が倍も上がったのカットされちゃったんですか？あれカットじゃないです。あ、上がってなかったですね。はい。全然ないし、裏乗ってなかったんで、跳ねまんです。跳ねまんでしたね。はい、今回の手の進行はどのようにしていきますか？もう基本的には、ね、これかなり形がいいんで、うんうん、ピンフ系、ピンフ系でいきたいと思いますね。くすら3色、はい、6、7、8とかになったら嬉しいなぐらいで。やっぱりね、この赤割りって手なりに進めてるうちにドラ引いたりするんで、あ、ドラというか赤を引いたりするんで、その赤をあのなんか切らなきゃいけない形にしとく、しといちゃうのが僕結構ダメだと思ってるんですよね。あ、へえ、使えるようなイメージで灰を残せた方がいいってことですか？うん、そうですね。スリムにスリムに受けるよりもちょっと広く受けた方が明かりに関してはいいかな。広く受けるのも怖いんですよね。そうなんです、怖いです。一応3色、7、8、9が見えてきましたね。はい、チーソーパーマンが来れば、うん、まあでもイメージはそれよりもピンフってことですよね。そうですね、両面にしてリーチしたいですね。点差ってどうです今、トップ目とちょっと離されちゃいましたけど。もうね、結構僕すぐ諦めちゃうタイプなんで。あ、そうなんですか？そうなんですよ、だから。え、現実タイプ？そうです、現実見るタイプですね。じゃあ絶対まくってやるぞみたいな感じはちょっと一人薄いんですか？一人っていうか、まあちょっと僕とゴーさんが。ゴーさんは確かにね。薄いですね、もう。現実的ですよね。そうです、リアリストなんで。うん、まだ親が残ってるのでね、諦めてるわけではもちろんないですけどってことですよね。そうですね、諦めてるわけじゃないけど、やっぱりそこまで無理しないかなっていう。789はないよと言いましたね。はい、789より1通の方が嬉しいですよね。いいピンがドラ、はい、789だとかなりなんていうんですか、限定されちゃうので、ハイが8、あ、パワー1とチーソー使わなきゃいけないっていうのがこう不自由な形、僕すごく嫌いなんで。自由な形って分かりづらいか。まあでも動きにくいですよね。あの身動きが取りにくい形ですよね。そうなんですよ。しかもなんか赤を使うイメージでから、それも赤が出てきた。つもぎり？つもぎりでしたね。つもぎり赤海、うん、親はね、ローソーチーソー打ってて、うん、ここってその曲を紹介したい人なんですね。4万1000点なんで、はい、だから下茶ですね、はい、リーチがかかるかっていうとかかんないんで、あんまり役があれば。そうなんですよ、だからここに対しての安排持たなきゃっていう、そういう意識はあんまり持たなくて僕はいいと思ってます。ほう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 、これでお、9枚ほぐして横に変化させていく、うん、はい、あら、赤赤いらないって。くれよ。個人的感情が溢れてる、はい、中林は全然上がりの取れ高ないからな、ちょっと欲しいですね。上がりもないし赤もないですよ。そうなんです、うん、全然暗い手ばっかやって、はい、腕だけ見せてね、読みと腕だけで回るっていう。まあね、それがあれば十分ですけどね。でももうこれね、結構闇手はケアした方がいいですね。え、ケアケアするというか、当たる闇点当たるかもっていう、なんていうの、意識だけは持つ。そう、心意気、うんうん、あ、ロンってやった時に、うんうん、あ、まあそうかっていうぐらい、覚えるぐらいの気持ちは、はい、あ、分かんなかったじゃなくてね。そうですね、その気持ちは俺だってあったしっていうことですね。そうとかね、本当は残したいんですけどね、うん、これ切りましょう。嫌ですよね、はい、親にも嫌だし、下茶にも良くないし、うん、この手出しはテンパイっぽいですね。パワー1を手出し、パワー1が3枚目ってことは、はい、2人の現物、はい、パーマン、ローワンは 100% 持ってますよね。おお、 100% でもないか。 G1、G1 パーワンの形から G1 アンコッタとかもあるんですけど、
Q1 がね4枚見えてるんで、うん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 、Q1 を使った形のあれはないですし、まあ、6か7持ってる可能性大ってことであったんですか。そうですね、これはでもちょっともう面本とかに当たったらバカらしいんで、あ、マンズの方一だ、はい、それ嫌ですね。この手で切るようなあれじゃないんで、次の手出しで他の色が出てきたら数万でした、うん、数万、E番ションパイなんですよね。シャンポンで当たるかもしれないんで、ちょっと一旦ね落ち着きますか。これはちょっと、しかも濃い、はい、マンズ2個出てきましたね。うん、端でもなく、うん、8、4親は、お、ウーピン、親もちょっと受け気味っぽいですね。でも結構 脳内控えめ今回、うん、あの守備寄り、守備寄りですね。あらー、ローマンはつま切りでした、はい、親がこうスーパーに並べてるのはどうですか。この3ピンウーピンって切ってるのがその問い目が下地さんの現物なんで、うん、もう赤全部見えちゃってる、えらいこっちゃで。一品も一枚も見えてませんが、赤は全部見えました、はい、なんか独特な番になりましたね、うん、E1 は切った、パーピンぐらいは切ってきたですね。うんうん、筋の、はい、はい、まあもうこれ結構全員の闇手分けはしたいですね。全員全員で、まあ問い面は、ね、赤が全部見えてて 闇手高いとあんまり出てこないと思うんで、問い面はリーチってくるまではいいんですけど、ラス目だし、はい、下茶は本打ちだった場合に打ちたくない、で上茶は普通にいってるいってるから、イーバンね、ションパイですけど全然プッていったんで、うんうんうん、じゃあイメージとしてこういうマンズだったりこういうの切らないってことですね。切りたくないですね。ハリーチ来た、シャーギリリーチ、安全牌かこれ、うん、4枚目、うん、4枚目ってことは形がちゃんとしっかりしてるってことで、ね、もともと納得のいくイーシャンテンだったってことですね。そうですね、一応イーシャンテン、一応イーシャンテンですね。だけど切りにくいな。で、下茶がこれでこのリーチに対して一発で1回いかないか大事ですよね。なるほど、はい、ここの人を押しかどうかを見て、うん、はい、これはいってるっぽいんで、やっぱ闇手入ってるっぽいな。あー、ってことは僕控えめ、ごく控えめに行きたいですね。親はどうするか、これ分からないな。分からないんですよ。これは通りそうですね。赤ウーマン切ってるんで、赤ウーマン切っていて9万が通っている、はい、6、9万サブローマンないでしょと。そうですね、展望状況が赤ウーマン切らせないですよね。うんうん、そうだそうだ、ドットライトからったらワンチャンあるんですけど、この展望状況が切らせないんで、下茶もローマン現物だからいいですね。そうですね、あれ、C、大動きになられたぞ親が、はいはい、両層を泣いて両面地切ったのはパビン、通った通ったよ。なるほど、これテンパイに見えます、テンパイに見えますね。テンパイに見えるな、ってことはですよ中林さん、はい、今までの話を私が集めて考えた結果、うん、全員張ってますね。そうなんですよ、やばいじゃないですか、人に乗ってなっちゃう。そうなんだ、パーピンがリーチ後に持ってきたのか、1を持ってきたとすると絶対スッチーワンとかあるな。まずいじゃないですか。まずいね。でローマンぐらいってこと、ピンズかローマンかアンパイ、うん、でも赤3枚見えてるんで単位当たったら1500なんですよ。あ、そうか、親安い説。そうなんです、だから普通に打ってもいいなっていう感じですよ。でもペン3は注意してテンパイ取りたいんで。なるほど、はい、じゃあチーマンは行ってもいいよと思ってて、はい、チュン切る気がなくて、はい、どうですね、今手出しローマン、出しローマン何枚目、4枚目だ、4枚目だと考えると、何だろう、あらな、受けたかもって思った方がいいのかな、受けたかもって思った方がいいですけど、3番とさスライドの可能性もありますよね。で、今持ってるの確定したんですよ、今ウーマン持ってるの確定してます、ね、ウーマン、あ、そうですね、パーワンが4枚切れてて、うんうんうん、5は今照らししたってことは、まず5、6、7だったことが確定したんで、でっていう話なんですけどね。いやでも大事ですね、面白い読みの話。うーん、さあ一つ思考としてどうするか、今テンパイをしました、はいはい、ローワンはウーマン持ってるの確定してて、ローワン、このウーマンがどのぐらい降りてるかどうかですよね。いいですか、まず整理して、はい、チューンはあるとしたら短期とシャンポンじゃないですか、はい、自分で1枚切ってて、はい、当たるとしたらどこですか、下茶ですね、ここですね、はい、
で、まあ、テンパを取るか取らないか、うん、あ、じゃあチートイツでもないじゃないですか、うん、ここですね。そうなんです。これがローガンがどの3ワントロスどのぐらいのサイドがあるかっていう感じですよね。あるとしたら、4-5-6から3を引いての6切り、うん、の時はテンパを維持していて、でマンズが5ロチで最終スライスが数ワン、うん、ってことはヤンワンとヤンワンとチュンのシャンポンとかあー片割れかなりありそうですよね。でその場合に本音つらく書いてこれマンズ足りないな、イーピンがアンコのバージョンとかだけちょっと打ちたくないなみたいな感じですけど、で3-1がめちゃくちゃ山にいそうだから3-1のスライドかなりありそうなんですよね。うんうんうん、確かに神ちゃんは形式テンパイかもしれないですもんね、イーピンあればね。ちょっとやめる、やめるよりかやる切りたいな。いやちょっとこれは大事なんでしっかり考えましょう。うん、読んでいく中林系ヤンワンとチュンチュン切ればテンパイでマンズゴロチ高くじゃあサシゴ、サシゴか下茶の手配を今、うん、サシゴに見えるって考えるとうん、いやー3ワン持ってきてスライドしたバージョンでローズが789がないからないですね。うん、マンズで染まりきってるかどうかも大事ですね。いや染まりきってないですね、これは。あ、染まりきってない、染まりきってないんですけど、ドラがドラがあった場合は、チュンで補充して高いパターンありますね。はい、まあ、5-2か8-0か、うん、トイメのリーチもあるし、親の仕掛けもある中で、うん、ちょっとこのドラの位置も読みにくい。でもカンチャもドラ持ってそうであるんだよな、でもトミー持ってそうだしってなったら下茶内率高し、そう打ってもいいかなって感じが、これ脳天にしたらですよ、はい、脳天にしたら3人がもし張ってた場合3000点払うじゃないですか。そうなんですよね。それと、うん、まあ一つテンパイで押して打つ打点のこの見合いですよね。そうです、見合うかどうか。なんかチュンドラドラとかのイーピンとチュンのシャンプーとか出てきたら嫌だけど、結構かなりヤンワンとなんかチュンのシャンプーで見えるから、その時はドラがなければ、うん、あれ1300で済むかもってこと。いや取らないことないんですよね、想像678のタッツがなくて。じゃあ2600点クラスかな、うん、2600かメンズで使ってるか、うん、でもヤンピンで3枚見えてるんで。そうですよね、ご自身からなかなかそれがちょっと薄まるのか、まあ、でもこれ切った方が得な気がする。おお、お話がまとまってきました。じゃあ行ってみますか。はい、はい、通った通った、読みが深い、すごいよ中林さん、はい、いやほんとすごい。はい、ということで流局天杯の方だけ開けましょう。天杯脳天の来た来た来た、うわこれすごいよ中林さん。中林さん、いや本当に、いや気持ち悪い、そう当たってるから、いろいろじゃあ手配も開けていただきましょう。今回は3人テンパイ、あテンパってない、テンパったよね、テンパってるところから3ピンをね打たない進行にしたんですよね、うん、そうドラそばの、うん、ザッツライト当たってましたね、正解です。そして親は、まあ、取んなら上がれるよっていうパターンでしたけど、まあ、形式もあるよねといったところ、ドラの位置はそこと、ね、はい、まあ、1枚3枚でしたね。そうですね、いやすごいよく取り切りましたね。難しいですね、はい、なんかこう張ってテンパイを取れる打牌をするって、まあ、自然な行為じゃないですか、はい、だけどこれがどれだけ危険で誰にどういう打点があって、うん、っていうのを全部精査して読み切った上で打つチュンと、あテンパイわーって打つチュンは全然違う中で、はい、もう匠だよ、もう匠、匠でしょ、 This is 匠、ありがとうございます。いやすごいよ、気持ち悪いと思いました。トッププロなんで、あ、はい、すごい気持ち悪いぐらいに当たっててちょっと引きました。トイメのリーチを3色、まあ、手役を見てのね、うん、パターンで、特にあの中盤以降さすがですね。本当ですか、いろんな牌が見えてきた後での手牌構成の読みが、あんまり意識してないですけどね、まあ
1000点増えました。やったっす。いや見事な読みでございました。面白い一曲。次回はまた何二曲の一本場となります。次回もお楽しみに。何二曲一本場開始です。皆さん手配を開けてください。京卓が1000点ドラは3品です。技術だけで1000点増やしましたね。腕だけでどうにか、はい、前回ぜひ見てください。皆さんいい回なんで。さあ今回の手はどうでしょう。悪いですね。悪いドラもなければ暗いな。毎回手が暗いんですよ。赤とかないんか。何なんですかねこれね。何ですかね。愚形で形が悪い。形悪い。でもある程度組んでいくのが中林。そうです。あのね、麻雀と女はあの合わないうちにすごい綺麗になってるし。今のカットでごめんなさい。フルで使います。え、どういう意味ですか。いや、その本当にね、麻雀と女はね、合わないうちにいつの間にかね、すごいガラッと変わるっていうのを僕の知り合いが言ってて、確かにと思って、1枚で1枚引いたらもう綺麗な。指定って誰だ。え、誰だ。あの人か。いや違いますね、絶対知らない人です、ね、知らない人です。だからこそないがしろにしないってこと、うん、そうです。ちゃんとすくすく成長させるための牌を残していくってことですか、はい、そうですね。でもちょっとこの手はもうね、もう美人にはならないよ今んとこは。そうですね。いや、ならないでしょこれ。3ピンとか引いたらやっぱ話変わるじゃないですか。3色見えながらのドラ引きね、はいはい、いいピン2枚切れか。でも本当にリャンワンリャンゾーって引いたらもういきなり、そうね、めちゃくちゃ美人さんですね。はい、うん、手配のことを美人とかで思って見てるんですか。そりゃそうっすよ。あ、そうなんだ、はい、女子に優しい中林さん、うん、やっぱ、はい、どういうところを意識してるんですか、ね、女子に対してですか。女子に対して、女の子のファンとかの時ってどういうところを意識してるんですかね。そちらのチームの方が、いやいやいや、何よ、アベマゾーン。そちらのチームの方がかなり、まあね、正末でしょ、うん、そう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 、この方がね、ローマはつむぎり、はい、ここでもシンプルですね、シュッと構えて。そうですね、もうね、ここのこれでパンパンにするのはかなり厳しいんで、その相手がリーチ入った時にどうするかみたいな。チーはチーはしないです。 EP はなかなかいいの。いいっすよ、もうこれ。わかりました。行きたいよ、俺だってね。行きたいさ、俺だって。あー、まあ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 。なんかできればもうこれ移動してほしいですよね、これね。なんか確かに確かに。横に。確かに。太陽になってほしい。この方が全然あの綺麗ですよね。そうなんですよ。光景になって。うん、あら。何何、もうどうしたの、トイメンさん。するね。カムソ払って。カムソ来ちゃって、つむぎり。ハンズが出てないですね。うん、下茶とトイメン。ほらね、気づいたらね、合わないうちにもうすぐ美人なんだから。うん、中の上。中の上。これどうします、ここ。カンリャンゾリーチでしょう。トイメンがね、しかもソーズパパッと切ってるんで。チ、うんうん、お、親がスーピンチーは。半スーピンっぽいですね。半スーピン、ドラを使ってのチーですね。はい、タイヤオルートですかね。タイヤオルートですね。いいピン、135ってあって4泣いたよっていうのが見えましたね。なるほど。これはね、伸ばしのありか、伸ばしのじゃがあるか。いや、ないんですよ。え、ないんだ。ないんだけど伸ばさない。にゃんピン切るかウーピン切るかなんですよね。3色の手代わりがあるから十ピン切りたいけど、捨て牌弱くなるのが嫌なんですよね。ウーピンパラパラって見えた時にね、はい、いろんな牌通しやすくなりますからね、まあ、ウーピン切るか。まあ一応これでもね、赤持ってきたら変えられますよね。そうなんですよね、うん、EP 一応1枚いるんでね。確かに、はい、でウーソーをチーしてないんで絶対あのウーソー周りの立つはないです。ウーソーを受け取ってるし立つはないですよね。あ、親が、はい、確かにそうだ、泣くもんね、うん、赤欲しいよね。絶対泣くんで。両面チーが入った567チーピンチーです。うんうんうん、9ピン切り、ピンズが2つ、はい、仕掛けに入って E ピン9ピンなんですけど、はいはいはい、これ9ピンってどうです。9ピンは僕とトイメンさんに安全な牌で E ピンと9ピンの比較みたいなのがあったと思ってますね。まあ、あとはパーピンパーピンっていう風な持ってる可能性は上がりますよね。うんうんうん、どうしよう、イメ
ージはタイヤオで染まってはなさそうでやってます。そうですね、うん、おお、ロゾが来てこれちょっといいんじゃないですか。はい、質も悪くないですよね。そうですね。でここがタイヤオドラぐらいしかないですよね。その赤ウースを持ってません、赤ウピ持ってませんなんで、ね、ドラの3ピもう1枚持ってるように見えないですよね、この仕掛けだからあれ赤ウーマン出た。なるほど、これはウーピン赤しかないけどそれも持ってなさそうじゃない。これハクバックですね。え、これはかなりハクバックっぽいけどな。なんでですか。ソーズの多発をウーソが泣ける形を持ってないから、まあ、ソーズパーピンとハクのシャンポーに見えますけどね。かなりマンズがもう1枚持ってませんみたいな感じに見えるけど。何とシャンポン、パーピン、ハク、パーピンとハク。いやでもどうなんだろう、マンズ G1 アンコとかそういうケースあるのか、自分の目からね見えてないところ、はい、ハクバックに見えるな。え、アンコのパターンもあります。アンコのパターンもあるっすよ。これ通り、タイヤじゃないんだ。タイヤじゃないと思いますけど、わかんないです、なんかね、うん、なんかただの対応にしてはちょっと違和感があるってことですか。そうですね、赤ウースやっぱり あのソーズのところの巡り合わせですよね、うん、あの赤ウースを泣ける形だったらきっと泣いてたはずなのにそれに声を出さなかった、うんうん、もうできてるっていうのもありますパターン。ありますね。そのマンズが赤ウーマンを切らなきゃいけないような形になってないとこういう風になるじゃないですか。そうですね、赤ウーマン切り、つもぎり。そうすると3ワンアンコとかチーワンアンコとか、それなら使えない、はい、パーワンアンコ、リャンワンアンコとかあるんですけど、3ワン持ってるし、だチーワンアンコでソーズで頭とリャン面みたいなのがタイヤオならパターン的にある。そうですね、タイヤオだと、あ、白バックじゃなかった、じゃあタイヤオですね。これタイヤオで、はい、マンズで持ってるなら5じゃ使えないパターンですね。そうですね。で考えるともう G1 アンコのスッチーソーだな。スッチーソー、もうあ、ソーズ、そうか、 G1 アンコスッチーソーしかない、ね、いやそれならウーソー泣けない。はい、 G1 アンコスッチーソーかな。なんか今の話まとめたらですよ、はい、ちょっと弱いですね形。そうなんですよ、まあ、でもスッチーソーはそのみんな持ってなさそうなんで、自分で弾ければいいけどって感じですけど、うん、なんかさっきまでワクワクした手がちょっと今アンコとか言われるとなんかワクワクしなくなってきましたね。そうですね、まあ、リャンワンアンコとかもあるんですけど、リャンワンアンコ今のでなくなったでしょ、ね、あって統一ですね、うん、やっぱスッチーソーに見えるな。へえ、ド本命、ド本命っすね。ロンダー早見店が入ってた、すごい、これ無理ですね。いやこれすごいな。いやどのマンズにもねポンもかからず無理だな。そのまま決め切りました。メンチ1万2000、 C はあんこじゃないってことかって考えると、いや答え合わせしたくなってきましたね。これは何なんだろう。リャンワンヘッドの、え、パーソーアンコとかスッチーソー、もう想像できてるパターンもありますね。リャンワンパーソーシャンポーとかそういうこと、うん、いやわかんないな。マンズがゼロってことはあるのってなってもいいね。いやないんですよね。リャンワンか、リャンワンが持ってそう、何番は持ってそうな。じゃあちょっと答え合わせしますか。はい、はい、皆さん手早く開けてください。 G1 ヘッドスッチは、うん、スッチーソー合ってました。いやでもスッチーソー合ってる、 G1 ヘッドも合ってる、うん、ヘッド観光ねえ、このハクが見えたことによるタイヤ押し口からの両面読みはお見事。いやでもあの対面のすごいな、威力が無理よ。あれは無理ですね。無理ですね、はい。2ピン3ピンってあの切ったところでケアするべきなのかもしれないですけど、まだマンズ余ってないからな。しかも何合わせたんですよ手出しで。ここね、はい、そう、あんまり強く見えなかったですね。あ、お見事なのじゃってやつですね。おー、これは波乱の展開ですよ高橋さん。何の、圧倒的ラスです。
しょうがないです。やれる？大丈夫ですよ。何でしたっけご自身？トッププロ。わかりました。次回は親番がやってきます。まくり返せるのか中林家、ぜひご覧ください。それではアナウンサー局開始です。皆さん手を挙げてください。さあドラはローマン親がやってきました。何三曲親ということ最後の親番です、うんうん、現在6700点。かなりいいの来ましたね。やっとここまで辛い展開が多かった、はい、苦しかった苦しかった。なのでここは目いっぱいに攻めていきたいですね。そうですね、うん、もう薬杯も先にパンパン切ってパンパン。ちょっと待ってよ。なんなん、うん、こういうので合わされトップに合わされるのすごい嫌なんですよ。話違うよね。この一打だけでちょっと嫌な気持ちになりますよね。そうですね、ハイパー良さそうですね、うん、だって親の現物で自分重なればダブなんで切る理由全然なかったじゃん、はい、って思うよね。はい、はい、ちょっと不安です。 でも手は悪くない。今の数番引いたことによってね、ちょっともう左に行こうかはい、ニャンマンが出てきてます。はい、今回はリーチ手順でかなり行きたい手。そうですね。でこれ物形は泣かない。物形は泣かないですね。もうこれは泣かないかな。うん、頑張って。泣かないけど相当下茶が早そうなんで。もう嫌な情報ばっかり。なんかやっぱ読めすぎちゃうとダメですね。うん、読めすぎると相手の速度感も分かってちょっとテンション下がりますね。そうなんです。いやー、じゃあ鈍感力も大事かもしれないですね。でこれでもやっぱパーピンかチーピン持ってるの確定したんで、はい、今手出し9ピンでした、はい、リャンワンよりも必要だったってことですよね。そうですね、リャンワンよりもあの安全牌のないよりも必要だったで9ピン周りは絶対持ってますね。7か8あるやないかってことですね。そうですね、うんうん、まずいですね。何度も言うけどまずいです。実際このね自分の手の進行のねあの考え方だって大事なのに周りの3選手のこともしっかり読んでいくと本当に脳みそ大変ですね。はい、でももうこなれてる、はい、あかん見えた。そう見えた。やっぱチーピンかパーピン持ってますよね絶対、うんうん、でカンパーピンを外したこの馬強がない状況でカンパーピンを外したってことはペンちゃん持ってないですよ。もうペンちゃん持ってないですよね。リャンメン様たちで溢れてるからリャンメンかカンちゃんかリャンカンか、うんうんうん、うちに寄ってる系のってことですよね。そうですね、終わりが近づいてきてなんでまだいいピンね、いいピン、うん、これはでも数ピンとか引いてね引くのもねちょっと数ピン引きも逃せない。でもマックスでいっぱいに、はい、これはなんかこう何ですか、基本役割だったらトップ目はリーチ来ない？来ないです。うーん、うん、リーチってきた時は役なし、打点は分かんないけど役がないことが多い。はい、そうだと思います。気になってる、一番気になってるのは下茶。はい、あとの2人もスーパーを切り出してはいますが、うん、まだまだ分からない。分からないですね。ああ、トーンは俺の現物で切ってきたんで、トイメですね、はい、ちょっとやっぱり形は整ってきてそうですね。今度はチュンションパイ重ねたかったのかどうなのか、はい、少しずつ来てるんですけど、結局この具形問題ですね。そうなんです。仕掛けを、うん、今これどうですか、形変わって今仕掛けあります？これでもない。いやこれもう仕掛けますかね。ここですか？うん、3ピン3増は泣きたいかな。でもこれ今ローワン切りがあって闇点とかも可能性あるんで、まあ、今ねドラ、はい、リャンゾー照らしだったん で、 いいで9ピンチーピンをノータイムで払ったってことはタイヤを受けっていうことなんですよね。だからリャンゾー切りのところには数層持ってそうなんですよ。かなりおそう思ってそうで、これはこっちの方が危ない。 C が入る可能性があるんですね。大丈夫。あ、そういうことか。ピンズのこの下目のパーツで両面とか、うん、もうスーピンつもぎり怖いですね。いやもうタイヤなら確定なんですよね。9ピン、チーピンが迷いなかったから。ちょっとそのテンポも含めしっかり見てますね、はい、あ、確定じゃないですね、うん、ピンフの両面両面インシャンテンとかはあるですね、はい、両面両面のインシャンテンはあるけど受け立つが残ってるとしたら単野なんですよね。アンドテラシアからスースーここ泣きます。泣きたい、ね、こっちはそっちは泣かない、ね、ないパーピーは泣きますか。握れ、はい、でも景色良くなってる。そうなんです、はい、本当はね全部入れたいんですよ自分で。そうですよ、それはそうもちろんだけど、あーあー
関西弁の方が良さそうなんですよ。でもリャンメンだよ、リャンメンの方がそれでもいいもの。それでもいい。あと、まあ、こっちが切りづらいんですよね、しもちゃんに泣かれたくないから、ちょっと絞り気味というか。ちょっと声可愛くなってきましたね。うん、ちょっときついですね。なるほど。なるほどね、チーバーも入るか、進むか。で、カミちゃんはちょっと想像の本質っぽくなってきたな、ちょっとだけ。想像高いですね。うん、てか全体的に、本当想像が高いですね。想像高いですね。皆さん、お気にならない、興味統一落とし。興味統一落とし入って。あ、出てきた。まあ、出てきたところで、僕はもう、行くしかないんでね。そうよ、シャテン。もしウッパーペン引いたらカウンソレにしますね。そのしもちゃんの現物の方を切って、ね、切った方がいい。泣かれたりローンされるリスクもってことですか、はい、今3ピン手出しでしたね。3ピン手出しでしたね。数ピン版に3枚で3ピン短期ってことはないです。なかったですね。3ピン僕が通してるんで、もともとイメージもビーフ系って言ってましたもんね。そうですね。リーチ来た。入ったのはそうか。おー、ここでリーチ。とりあえずですよ、これいろんな危機を今乗り越えてますね、すでに、はい、多分危機を乗り越え。ご自身の中でアホだったら気づかない情報いっぱいありましたからね。本当ですか。はい、あ、いや、そうなのかなぐらいで明確にやばいよって言ってて、うん、おやりでも先手で打てたと、はい、もし相手が張ってたとしても降りてくれるパターンもあるかもしれない。そうですね、はい、ラス目の親には打ちたくないだろう。でもどうですか。良さそうですけどね、パーティー。考えちゃってください。6000オールなんか来たよ、つもぎりリーチだって。中林さん、ちょっと待って、あの子何なんですか。これでも通りましたね。え、何、あの子何、あの子何ですか。あの子はやっぱ本一に見えるけどだ。名本、うん、高くていい町じゃないとこの槍に追っかけてこないんですよね。確かに武系の微妙なの絶対来れないですもんね、うん、来れないんで高くていい町に出ますね。で、僕の現物待ちでは絶対ないんで、現物待ちだったら、ね、闇天続行になるから、まあやっぱ想像の下でしょうね、本命が。はい、はい、やむそういっす。さあ冷静に場を整理した結果、これめちゃくちゃ危ないです。これ曲がれんのか、耐えてる。危なすぎる。激圧。はい、どんどん濃度が下の方に下の方にと言ってますね。はい、やむそういっすそう濃厚ですね。あ、でも G があるか、白濃茶シャンポンとかですね、薬杯ね、うん、自敗系の、はい、まあ、ファイナルアンサーそのあたりでいいですか。はい、じゃあ掴まないようにやっていきましょう。はい、自分だって自信ありますよね。これいい街ですからね。あ、リアンソラジ、なんかもう減ったよ、減った。これはいいでしょ、右で、はい、うん、残り10目が減ってきて、あと2回ですか、中林さん。自信結構あってもおかしくないような街ですよ。いや、これいい街だと思ったんですけどね、僕だってね。うん、僕だってそうよ、言っちゃってくださいよ。おやりに追いかけてくるんだから相当怖いですけどね。相当怖いですよ。でもリャンショーでしょ、リャンショーで噛みまくってるけど。どうだ今、うん、しっかり相手の街も絞ってのこの思考、あと1回リャンショーか、ハクとなんかのシャンポンか、2択あたりですか、その、うん、OK です。手出し、その後にね、答え合わせもしていきましょう。はい、あそこから闇天ですからね。うん、でも白シャンポンだとあんまり追っかけてこなさそうなんですよね。やっぱりやむそうな気がするけどな。なあ、親に立ち向かってるわけですもんね。はい、あれ、なんだそれは。パーピン4枚見えてるってことか。パーピンか、パーピンが4枚見えてないとそんなの切ってこないな。パーピンないですね。ローピンパーピンない。はい、ロー、そこ統一なんだ。さあどうだ、最後いるか。あ、いたわ。いたおめでとうございます。ベンタンピンツモドラ6000オールです。裏が乗った、大復活、中林系、お見事。ローピン切ってきたってことはテンパってたってことだろうか。共通の現物ないのかな。いやちょっと待ってくださいね、答え合わせ占いしてみます。はい、はい、皆さん手配を開けてください。本当にリャムソなんですか。ペン三層。あ、三色のペン三層。三色赤。はい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 。あ、安牌がなかったのか、完全な。ちあち、うん。あ、数ピンが4ミ、あ、でもダメか。パーピン。なるほどね。さあどうですか今回。そうっすね。メインホンじゃなかったですね。三色でしたね。ちゃん三色でしたね。
まあね、初手リャンピンから入ってますからね、うん、いいピンバさんでね、うん、チニスさんはちょっと読みにくいですね。うん、でもやっぱりこれ早かったですよね、めちゃくちゃ。いや、すごい合ってて、うん、あの終わったと思いました、私も。でしょ俺も終わったと思った。これ、いやもうね、あのすぐ後継のイーシャンテンでした、うん、彼は。なるほど、なるほど、はい、いつ闇店でローンされると思ってたんですけどね。はいはいはい、うん、まさか追いついて、うん、しっかり上がりが決まり、6000オールだとトップ見えますね。トップ見えますね、これね。なんと2着目に上がりましたね。かなり、はい、いい結果にはなったんですけど、読みも面白いな。中林さんの読み聞いてるとすごくためになりますね。面白い、ありがとうございます。はい、さあ親が続きます。次回まくることはあるんでしょうか、お楽しみに。難易曲一本馬開始です。皆さん手配を開けてください。ドラマチーピン、全局の上がりで 25,700 点の2着目まで復活しました。中林さん、トップまであとちょっと、というか皆さん近い、そんな状況です。手いいですね。お、ドラはないけれど赤があるのか。差し子まで見ましたよ。こういう3色ちゃんと見えてますね。これもね、これ誰でも見えますよ。スーピン引ければもうあとは一直線ですね。チーはスーピン、チーはちょっとしたくないな、もったいないな。ここまで見てても、はい、結構あのなんだろう、序盤からの仕掛けのパターンって、はい、今のとこないですね。そうですね、のパターン、うん、本日とかじゃないとあんまりしないですね、長い。で、あとはまあ赤ドラドラとかそういうのが入った時にちょっと遠いところからでも仕掛けていくみたいな。ポン、白のポンが入ったぞ、2巡目、うん、上茶ちゃんの仕掛けです。上茶さん、よう泣けますね。初手9ピン、次 E ピンですね、泣いて出てきたのが、うん、はいはいはい、危ない方から来てますね。パラッと切りましたね、うん、仕掛けている上茶の役配です。はい、一応もうほんと形のターツね、足りてますね。そうなんですよ、で数ピン引きたいですね、とにかくね。ほんとそこですね、とにかく中林は数ピン欲しい。ありがたいことに2ピンも2枚、ありがたくはない2ピンは2枚もうなくなってますね、はい、ここはトン、あ、より安全牌を残したんですね、初。そうですね、うん、やっぱり安全の高い方を選んでいきましょう。はい、2枚切れの初を残しました。これは丁寧にやったところですね。そうですね、まあ、ここで親が落ちたとしても、うん、下茶の上がりじゃなければ点差近いですからね。はい、まあ、でそうなんですけど下とも近くなるんで2着キープっていうのをあの現実として見た方が僕はいいと思うんで。9万手出し、9万手出し、3ピンですって、どうしましょう。あ、2倍にガンガンに伸ばしていく、はい、まあ、想像の方が、ね、変化してもいいですもんね。そうですね、チーピンがドラで、でもローピンドラ等だからちょっと微妙か。普通に今シンプルに3ピンのあんこも取り逃したくないなみたいな感じでしたね、僕の中では。その中で赤が出ていたとしてもということですね、うん、あ、でも上茶が悩んでる証拠ですね。こういう時結構確認します、何で悩んだのかって。あ、確認しますね。ハーピンです、どうでしょう、はい、これローピン持ってること確定したですね。ローピン確定、はい、あのドラ表じゃもう一個ないってことですね。うん、ないですね。しかも多分カンチーピン払ってますね。払ってる、カンチーピン払う手出しだと思います。これはだって668をこれ切って悩むのってだって688って持っててカンチーピン悩まないから、なんて言うんだろうな。いや、多分ローピンってらしいですよ、次。え、見たい。いや、違ったな、これ多分違いましたでも持ってることは持ってることは間違いないですね、まあ、ローピンを持ってることは確実ですね。あ、タイヤに変化してきました、はい、これはもうスーピン泣きましょう。あ、もういいですか。はい、タイヤを3色ドラ1高めで、しかも上ちゃんも仕掛けてきてパーピン、ローピン統一っぽいな。統一、じゃあ668から89ってってことですか。なんかそういう風に見えるけど、両面だ、両面手出し、タブローは全然悪くないのに。ちょっと色いった、高橋さん、これどう、何ですか、これは。俺はあのスーワンポンしてないんで空切りの可能性が増えてるんですよね。この上茶が切ったスーワンポンしてないんで4455の形が否定されてるわけじゃないですか。確かに、だから空切りの可能性も増えてきてますね。でもこのターツよりもいいやつって考えると赤とかそういうのになるのかな。
読みとしてはそのあたりになりますか。おお、パーソンポン。トイトイか。あ、チート。チーソーか、これ本だし。チーピン。ドラだ。中林さん、私の頭はパニックです。あ、なるほどね。なるほどね。よく何なんだろう。どっちだ。えー、どう見えました？ウーピンとなんかのシャンプーにいますけどね。5578から8切ってドラをローピンで使えるようにしといて、はい、でパーソポンしてウーピンと何か、うん、トイトイですか？トイトイに見えますけどね、かなり。ウーピンと X、うん、ウーピンと X だからとりあえずウーピン切らない手順にしようかな。あー、だから2ピン切ったんだ今。そうです。なんでローピン持ってないんだろう、不思議だな。もともとローピンあるんじゃないかって思考の中から今変化したわけですもんね。そうっすね、中林さんの中で。フリートだったからかな。しつこいね、この子もね。しつこいタイプは嫌いですか？嫌いです。あ、そうなんだ、みんな気をつけましょうね。実際はどんな形になっているか。スーパーね、スーマン、あ、ウーマンスーマンも手出しですからね。そうなんですよ、ウーマンスーマン。いや、でもやっぱローピン統一に見えるな。え、じゃあ6、待って、でも6、6、7、8はさすがに。いや、なんていうんですかね、このウーマンスーマン手出しの時にチーピン持ってきたバージョンもあるじゃないですか。あ、なるほど。一回パーピン打った後に、はい、6、6、8から8打って7持ってきて、はい、マンズの方やってる間にっていうパターンですね。はい、その時は確かに6ローピン統一でもおかしくない。難しいな。チー、スーピンが出た。チーをしていきます。カンスーピンでチー、うん、チーソーを切ってテンパイ。あ、カミちゃんは張ってるで合ってますか？張ってます、間違いなく。はい、カミちゃんテンパイ。いや、しかもトイトイっぽいから相方探してみます。なんだろう、ローピンとローピン、ウーピンどっちですか？いや、ローピンだと思うんだけどな。ローピンの方が濃厚。でも確かにそれだったらチーピン一回残す、あの手出しの最中に残してるありですもんね。はい、いや、でもウーピンも結構危ないんですよね。なんかどっちもあるな。ピンズの5と6どっちかあるんじゃないかってところかですね。はい、そうですね。相方来ましたよ。いやだな。どうしたらいいの？これ、打った方がいいですか？打たない方が。あ、あれ早い判断。打たない。判断が早い。打たない、うん、打たないです。違う。あ、これ相方だもん。だってだもん、これ相方っすよ。もうファイナルアンサー。ファイナルアンサー。オーケーオーケー。こういうの切らないで生きてきた中林は。かっこいい今のセリフ、はい、スーパースターっぽい。これでもチーしてこれですよね。そうです、ま、たもうこれ切ってね。はい、はい、楽しみですね。なんかあの中林さんの展望が減るかもしれないんですけど、はい、早く見たい、あっちを。私はいやー、もうなんとチー、なんとウーピンか、なんとローピンな気がするんだよな。なんでそのなんの方をそうやって導き出したんですか？教えてください、この読み方。いや、だって こんななんかドラ切ってまでこういう手順を踏んでるってことは、やっぱり打点が見える漫画になってないとあんまそういうのしないじゃないですか。はい、段漫画とか棒に、まあ、棒になったとなはくといといでもいいんですけど、うん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 、やっぱり漫画手順になってるっぽいから、スーパーの相方は役配の方がしやすいよねってことですよね。そうですね、うんうんうん、あとなんかサブローはあんこな気がするんだよ。特に3はあんこに見えるんですよね。3はあんこに見えてるんですか？あの4号払いは3から3引いてってことですか？3345なような気もするけど。いや、すごいな。ってことは大石さん、これ今日貼るの大変かもってことですか？貼った。あ、これなん通りそうになってきたら。テクニシャン中林。めちゃくちゃなん通りそうになってきましたね。これ自分でそう急にこうやってなったとき、相方がもう一回これ審査ですか？審査です。審査ですけど、これやっぱなん切れなかったな。ウーピンなんかローピンに見えるけどな、やっぱり。ね。話しかけてもね、ヘッドホンしてるんで全然聞こえないんですけど。なるほど。今もそうですね。もうだから判断がいいですね。本当に通る範囲も明確に確認できてるからこそ、この数層パンっていけますもんね。うん、3番が出た。2900回ってからの上がりを決めた。3色赤い1、2900は3200を突破力かな。直撃、はい、
これは面白くなってきました。ちょっと待ってください。答え合わせしていいですか。どうぞしてみましょう。なんかちょっと怪しくなったんですよね。なんか怪しくなった。やっぱりなんかローピンかなんかローピンな気がする。6か5のピン図はありそう。ある。はい、確認していきましょう、はい、皆さん手早を開けてください。正解やばいですね。え、やばすぎて夏。これやばいですよ。これやばいね。100点ですよ100点ですね。キモ。これだけありましたねやばいですよ。今うちの撮影スタッフみんな歓喜してるさ。今嘘なんかローピン引いたよね、うん、すごくない？待ってください。読み切れる。こんなにすごいね。自分で言ったね中林さんのトイトイ読みからのローピン読みからの相方何読み、うん、3番は当たってなかったですね。いやでも可能性としてあってるんですか。候補生として。そうですね。あー気持ち悪い。ありがとうございます本当に。今日止めた。えらい。しかも止めただけじゃないです。上がりましたからね。お上がりになられました、はい、そしてトップになりましたね。トップ、いけた。なりましたね。いけてる。本当だ。え、100点差。さあまだまだ親が終わりません。どこまで稼いでいくか。さすがの読みでございました。次回もお楽しみに。何三曲日本馬鹿石です。皆さん手早を開けてください。ドラはパーソーです。前回の上がりで100点上に行ってなんとトップ目でございます。中林さんありがとうございます。今回の手はチューンが統一。あちょっと厳しいですね。ドラ受けができましたですね、はい。まあね、これね、初重ねた方がちょっと上がりやすいんで。ヤクヤクドラコースですか。はい、うんうん、ヤンマンがね、あんまり機能してないんで上持ってるから。ヤンマン切りました。はい。さあ、全員が2万点台で迎えております。こうなると、誰でもトップのチャンスがある。ポン。なんのポンが入った。これダブなんですね。ダブなんですね、これ嫌ですね。ケアしていくのかどうかの中林さんのこの思考がありますね。はい。しかも捨て牌はシャートンとなっています。うん、スピード感まあまああんまり感じないけど色には寄せてないってことが分かりますよね。本一じゃないんじゃないかってことですね、はい、うまくいったね、うん、中林くん。おー、まあいいね。これで、まあ、ペンちゃん切りながら、はい、これすごいまっすぐ進んだ場合染め手になるかもしれないですね。そうですね、まあ、でもリャンゾーとか引かないとあんまり、リャンゾーとかスーソーとか、うん、そっち側の見ないとあんまり本一にならないんで、あれヤクヤクドライチの手順をポン。チュンが出ました。ポンです。ペンちゃんを払っていきます。はい、初もなくとして、うん、仕上がりがどういう形になるかですね。マジがそうですね。やっぱりリャンゾー三ゾーとか引いたらね、もうめちゃくちゃ本質いきやすいですよね。初ポンして、はい、ピンズも切って、はい、おー、チュン切って、チーピン切って第3ゲーム出てきましたよ。バイチ、バイチ可能性はある。可能性ありますよ。ありますよ。あ、ツーピン手出し、手出しだ。なるほど。ピンズパピオン泣いてないんですよね。はい、パピオン泣いてません。キューピンは切ってる、はい、ウーマンも泣いてない。ウーマンも泣いてない。一つ手出し、スーピン、ダブナンを仕掛けている下茶です。その自分が切った後に泣かれてない牌とかを見たりとか、あ、9-1切ってる、僕が9-1切ったのに9-1切った、あの泣いてないってことはあれですよね。9-1が統一が否定されるっていうのはちゃんと見ておいた方がいいですね。確かに、はい、これはもうデイサービーはちょっとやりますか。両関係にピンズを手厚く持ちました。はい、形はリャンシャンテン、うん、まあ、そこでやっぱりすごく馬強が悪いのでイーソーしか消えてないじゃないですか、ドラ色のね、うん、そうだったらこのピンズの方が上がれそうなんで、無理やり本一いくっていうよりはやっぱり 5% でいいでしょうっていうふうにしたいですね。これは泣かないですね。スルーした。はい、さあ、ポンしないんですね。そうですね。どうしてですか。やっぱり初をポンしての 5% 作りたいんで、うんうんうん、でしかもかなり被せてきてるんですよ、僕の捨て牌にチーピングピンって。確かにそうだ、はい、まあ、想像だと思ってる、もしかしたら思ってる。ポン、ポンが入った。
これで役々見せていく形にはなりましたが、はい、まあ、箱は切ってるのでね、大惨事はないよというのは伝わっている。そうですね。でも親のよ、これ怖いですよね。嫌ですね。瞬発ポーン。なんかここに上茶が結構僕はね、上茶のリーチが入った。相撲切りリーチですよ。え、なになになに、どうしたの。えらいこっちゃやで。この相撲切りリーチってどういう意図を感じた方がいいんですか。いや、高くていい街に見えますけどね。高くていい街。はい、仕掛け返した下茶が。高くていい街に見える。ダムダンポンから三層地、三地だし、三ピン、シャアの前に三シャアが間に挟んであるんですよね。三ピンは、ああなるほど、これは僕に対して切れなかった三ピンですね。同じピンだったんで、それがちょっと切りづらかった、ね、なるほど、はい、現物はたくさんになりましたね。でもヤマンってどうするんですか、行くんですか、転敗した場合って。転敗ったら行きそうですけど、これで想像がもうピン図がなくて、町として、ピン図ないんで、はい、それは下茶ですか。はい、はい、なんでまあマンズしかないんで、リャンワンは運は泣いてないから通りそうではあるんですよね。どっちかというとスッチーワンとかスッチーワンサブローワンっていうのをケアした方がいいですね。うん、スッチーワンサブローウッパーもか、マンズならそのあたりが、はい、危ない危ないんじゃないかなと、はい、あとペンチーソーとかも全然出てきますね。ペンチーソーとかロッキーソーとかもこれはないか。どうしますか。チ仕掛けていきました。ヤンメンチーして応戦ですね。はい、街はうっぱそう。さあさあさあ、リーチと仕掛け中川さん3つ3つ勝者2つ、はい、上田リーチ、これでどうですか、いろいろ数ピンも全部見えて、うん、今ローマン通りましたね。ローマン通りましたね。はい、ウッパーワンかペンチーソーか、ロッキーソーが一応あるか。言ってたやつだ。うん、ちょっとこれは切れないな。現物はあります、3ピンを抜いていく。もう一回組み直しですね。そうですね、ちょっともうここから一生懸命降りましょう。4種類しかないですけど。いやでもだってこれ6球層めちゃくちゃ危ないからな、どっちにも。どっちにも危ないですよね。はい、上茶のつもぎりリーチも、はい、間違い良さそう、そう言ってましたよ。間違い良さそうな気がしますね、僕は。はい、下茶はペンチー層っぽいんだよな。ペンチー層かウッパーワンか、ウッパーを通ってんのか。そうか、ペンチー層か6球層だな。濃厚なところはそのあたり。あ、はい、止まったぞ、トイメンが動いた。換算層地位です。うわもう場がいろいろ、これまずいですね。これすごいたくさんの仕掛けだ。はい、入った。一回整理します。私トイメン来ないんじゃないかと思った。張り直して本密。本当だ、本密になってる。しかもドラ勝ち高い。これもうね、これはもう全部手配が全部危険配になったんで、あとはつもぎるしかないですね。涙流しながらつもぎる場所。いやいや、すごいですね。はい、いやこれ上がったら神だぞ。いや、本当やっぱペンチーソーか6球ソーかかなり濃厚なんでね。でペンチーソーだと3ピンとかスーワーとか、スーワーを押すのか。そうか、スーソーを押せるのかなって、スーソー系取ってるのか。そうです、リーチには。はじめましてですね。はじめましてですね。さあもう一回整理していきますか。数ピンは通ってます。はい、はい、でもEピンはションパイです。はい、で、ローキュー自体はみんなに危ないです。チーソーもめちゃくちゃ危ない。はい、チーソーも危ないです。ドラが関連しますね。はい、もうこれ起きるしかないです。うーん、Eピンにロンの声、ダムダンドラドラが出てきた。8600、はい、かなり痛い包丁となったが、これ切れなすぎますね。これは光景に見える。光景に見えますけど、あっちはどうですか。あれテンパってないです、ね、張ってない。あなたは脳天でしょう。はい、さあ合ってるんでしょうか、見ていきましょう。役なしでテンパってない。役なしなら、あ確かに形式テンパならありか。断層短期なんだ。
おしゃれなことしよって。なるほど、いましたね、キャンソー。あと1枚1枚これイーピンシャンポンは今日はできたけどな、できてもな、あちら3品いやもっと俺に危ない方、危ないようでも見えるからな、持ってきて。そうか、数品を切った後に3品を持ってきたってことケースですね、あれは。大正解です、うん、はい。さあ今回は宝珠となってしまいました。8000は8600売って3着ですか。はい、うん、やわらさを迎えます。まあしょうがないですね、これはね。やっぱりウッパー層で一旦テンパイ取るんですけど、この6級層ロー層とチー層が切れづらすぎるんで、うんうんうん、こうなりそうですね。わかりました、はい、今回は激アツな仕掛け取り位置の中でそこの掴んでしまった宝珠となりました。オーラス、はい、中林さんは何着で終了するんでしょうか。楽しみです。次回も楽しみに。それでは南4局オーラス開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは9品です。オーラスということで条件線しっかり確認していきましょう。中林さん、ペーチャー、はい、2300点の今3着目でございます。2着目と3着目お友達ですもん、ほぼ。そうですね、上1000点下300点さ、これトップどうです。38400点、これもトップは狙っちゃダメですね。消してありますか。消してあります、はい、でもちょっとやる気なさそうな捨て配してきてくれたので。あ、3品ですって。はい、守りに行ったかな、どうなんでしょう。1000点でも上がれば同点の2着もしくは単独の2着、はい、はい、という状況です。今回のハイパイはどう調理していきます。これはもう悪すぎるんで、はい、やっぱりその初と中重ねてどうにか役配の重なりを見ながらっていう感じですね。でも最悪もう3着でもよしとしてもいいかなと思ってますね。わずかね、ラストは300点差になってしまいましたもんね、はい、これだけで、ね、20ポイントなくなっちゃうんで。 M リーグルールだと3着はマイナス10、はい、4着はマイナス30となっています、はい、いやこれでもすごいまずいなって思ってるのが、なんですか。親3ピン3ゾローじゃないですか、はい、ラス目ね、タイヤを赤だったら仕掛けるんですよ。まずいですね、かなり ね、 これね、泣きやすいですしね、カビちゃんがそうやってやってくれたら。そうなんです、2000点でめちゃくちゃいいことが起きるから。めちゃくちゃピンチってことになる。これはまあ相当なピンチですね。こんな早い順目にすでに中林ピンチ。ピンチです。2着になってほしい。頑張ります。トイメン、タンヤオルート取ってるように見える。はい、まずいですね。いや、手配もまずいですね。とりあえずウーワンは投げておきますか。あ、なるほど。他はあります？ないですか？ローソーとかスーソーとか。ローソースーソーも泣きたいですね。あ、泣きますか。はい、ウーピンは？ウーピンは泣かないです。やめろやめろ、そういうの決めない。実際これ選手がいろんな対局で、ね、リーグ戦もそうですし M リーグでもこういう状況ってあるじゃないですか、うん、はいはいはい、やめろ思いますよね。思います、マジで。自分がそういうの気になって、あの立ち位置によってありがとうって思うこともあるんですけど、うん、ドラ切りましたね。もうこれはもう速さですね。もうドラ持って手配を狭く受けるなんてもできないです、こういう展望条件だけは。役配の重なりかタイヤオルート、はい、はい、イーソートイゾトシが問い目入ってるんで役配の統一はなさそうな気がするんですよね。おお、ニャンドテラシが入ったんで数層絶対持ってますよねっていうのが、うん、112ではないってことですか。はい、で次数層テラシですね。もうそこまで見えます、世界、はい、やるなぁ、確認しましょうか、はい、もし照らしなかったら数層統一です。あれ、9層とか切ってきたぞ。見てみましょう、どうですか。どうでしょう、ほらね、かっこいい、惚れてまうやろですね、うん、全国の中林ファンが。なんでかっていうと、それが112445って持ってた場合って、はい、その1、1って切るじゃないですか、うんうん、であそこで2、換算図を払うのを、なんていうかな、難しいな、換算図を払うのをためらわないんだよなっていう、2、4、4、5だったら、うんうんうん、そうですね、はい、なんでためらわなかった、ためらったってことはその2、4が孤立に見えるんですよね、かなり上の層図に。そうです、くっついてるパターン減ってるよねってことですね。そうです、そうです、そうです。確かに、きついぜ、やめて、
やめてない、嫌いです。今ね、ちょうど、はい、合わせた形になります。もうそろそろね、タイヤの多発がちょっと揃ってないんで、はい、っていうか、全然きついですよ、まだメンツ一個もないですね。はい、なんなら、天敗脳天でもね、変わりますからね。そうなんですよ。はい、乱走はする、3枚目乱走は泣けないですね。形式天敗にはちょっと早すぎますね。はい、通走は地位ですね。通走は地位、タイヤオルート。あ、まずい、まずいよ。3番が抜かれる、両面地、よかった、見つけたですね。なんかありましたね。はい、もうこれまぐられる材料揃いましたね。揃いました。 しかも地位出し初で、通走、ウーソって手出して、ウサブロスは絶対通ると思ってるんですよ。はい、ソーズの両面、はい、そこはないよと先ほどお話がありました。なんでピンズの両面か。はい、ピンズの両面がかなり濃厚ですね。今貼っててもおかしくないと思った方がいいですか。入っててもおかしくないと思った方がいいです。換算図を立つ選択入ってるんで、で換算図よりいい街ってなるとピンゾーン両面しかなくて、でかつその関数ワンスチーワンのマンズが、マンズが食い伸ばしが換算図払ってるんで否定されてて、そうあと両面だったのがスッチーワンしかないじゃないですか、関数ワンで泣いた場合って、って考えると関数ワンスチーワンのインシャンというよりも換算図をスッチーワンのインシャンティに受けるんで、確かにって考えるともうピンズで濃厚ですね。濃厚、濃厚ですね。大丈夫ですか。ダメですね。やばいですね。相当やばいですねこれね。でも今ピンチだ。ピンチ。ラスある。ラスある。やだ、困っちゃう。打ってくれるといいね。あ、なるほどね。はい、参ったね。ピンズ切りがパイシ的にはいいんですけど。そうなんですけど、3層場に1枚切れ、通層場に1枚っていうより換算像よりもって考えると、ピンズの愚形もあるのか。全然ピンズの愚形が残ってるな。換算像より、換算像と比較してピンズの両面だとしたら、換算像、換算像と比較しないから。3層は2巡目に1枚切られてますからね。カンチャン系が他にあって、換算層を先に払ったはありますね。愚形に当たる牌は通りそうですね。だからこういうの通りそうですね。愚形に、愚形に当たりづらい牌。だって関連品出てこないですもんね。そうなんですよね。関連品、シャンプーも自分で取ってたからあんまり出てこないですね。いや、選びましたね、よく通る牌。やっぱり関数番地位からの換算層切ってるってことは、換算図か、ここで換算図切るときに悩んだっていうことは、はい、チーある、チー仕掛けました。さあ、関老層を泣いてタイヤをルート、形はイーシャンテン、はい、でこれで焦らせるんですよ、こうやって泣いて神茶を。あ、はい、自分テンパイしないとラスになっちゃうっていうのを考えさせます。そうすると、はい、打ってくれる可能性があるんですよね。2着目に今アピールしてるんですね。そうです、僕もやっちゃうよと。そうです。あー、これはちょっとじゃあ、うん、はっ、ポン、3層ポン、なんだかんだテンパ入れました中林さん、はい、あそこは関数ピンとか関地ピンとか関老ピンとか、え、すごいですね、よく貼ったな、ね、さあ、そう、これで決着はですよ、はい、はい、そうなら単独、はい、はい、2着目以外からの出上がりなら同点、上がりましょう、はい、絶対にラスがすぐそこ、はい、ここくらいにラスいますもん。そうなんです。振り返ればラス、はい、やめろそれを切るな。いや、なんかちょっと微妙だな。ウルワンとか切ってるな、あれテンパってる可能性あるな。おや、いや、なんかチートエドラドラみたいにテンパってる可能性出てきてない。ここですね、はい、トンは4枚見えてるね。国士がない、患者さんはテンパってない。闇点で上がれる、うん、ってなると怖いですね。チートドラ、ウーマンなんてね、別にもうめちゃくちゃ、いや、上がれたー、先天先天、いや、よ、すごいですね、うん、大外から行きましたね。ね、くちゃくちゃの手、はい、かなりのくちゃくちゃでした。絶対テンパってますよね。キューピン統一かキューピン短期か、ちょっと待ってください、うん、何でそう思ったの。どれがあなたの中でテンパイだと思ったの。ウーマンこれ、うん、わざわざ打つ必要ない、降りてるんだったらもう何も切らなくていいよねってことですね、うん、なのにこういうの切ってるってことは、これしかもすごい自信ありげに切ってて、まあ打っても別にトップだしみたいなのが出てるってことは、ジートイドラドラテンパイでめちゃくちゃ見ますね。ドラを持ってる可能性が高い、うん、あっちは張ってそう。あれは関数ピンとか関地ピンとか関老ピンとか両面よりもイメージはそういう系の、はい、
じゃんけん、ポチは。じゃあもう降りてますね。降りてるというか頑張って形式テンパラ取ろうと一生懸命頑張ってる人。確認していきましょう。はい、皆さん手配を開けてください。どうですか。全然チートダルダルじゃない。いや合ってる見て。でも合ってるんですよ。ドラは見えてて、うん、た高いの貼ってて、はい、自信満々に切れる。正解。合ってる。関数ピン。合ってる。合ってる。ここの選択ワンチャンミスしたら確かにさよならです。テンパってない。貼ってないっていうか、打ってる。本当だ。まあ、スーピーは絶対打たないですよね。受けに当たる範囲なんで。頑張って、いいシャンテン。いいシャンテン、うん。でも、最後ピンズ選ばなきゃいけない。嫌だよねってところですよね。うわぁ、まあ、でも、俺に打っても、俺に打つ分には、先手。3着だから、打ちやすいですよね。今回、赤がね、全部見えてますからね、上茶からはね。うん。でも、なんか、同点の2着のがいいかなって思ったら確かにねだってここが上がる分にはね、うん、打たなきゃ3着止まりですからね結局、うんうんうん、中林さん、はい、お見事 2.5 着2.5 着でいやそこじゃないのそこもすごいんですけど、はい、あ読み切ったとそうですねやっぱこのニャンゾスースを手出しの部分の証拠がねやっぱりもう一つの方も愚形に見えますよね関数は絶対外さないが確定してるのにしてるからそれがピンズだとするとってことですよね愚形っぽいすごいいやトッププロすごい愚形っぽいからこういう両面にしか当たんない牌は通るよね比較的通るっていう切りやすい部類に入れていいんじゃないかってことですよね、うん、そうですねいやでもすごいですよなかなかできないわーなんか鳥肌立ちました今回のタクミそして、うん2.5 着おめでとうございますありがとうございますさあ中林さんは 2.5 着という結果でしたさあ中林さん対局お疲れ様でしたはいお疲れ様でした改めまして結果は 2.5 着ということでした地味な感じで終わっちゃったんですけどいいですかあのね全然地味じゃないです、 本当ですかトッププレイヤーの思考、はい、めちゃくちゃ聞けましたあよかったですそれってどうでしょう引いてますなんでなんか気持ち悪いぐらい当たってて引いてますはい、中林さんの強さだったり、はい、うまさの秘訣ってどういうところから来てるんだろうってずっと私も聞きたかったんですけど、うんうん、今回こう打ちながら全てこう感情とともに思考を、はいはいはいね、伝えてくださったので今回見た方当たりですさすがですありがとうございますとてもいい私的には神回になりました実際どうでした、うん、皆さんにこうヘッドホンがある中で、うんうん、私と会話しながらこう思考を喋るっていうのはこういう形式初めてだったんで面白かったですね実際この手出し紡ぎりを見ながら、うん、相手の読みながら自分の思考を喋るって結構忙しいじゃないですか、はいはい、でもその中でもかなりしっかり見れてましたねそうですね、まあ、YouTuber なんでバイオ芸人バイオ芸人なんであのイメージとしてはやはりこう仕掛けが入った後の読みがピカイチですね、はい、そうですねやっぱり仕掛けが入ってでその兆候とか泣かれてなハイハイとかがいろいろ出てきてどん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 手配が透けてくるんでそれがかなり読みやすいっていうのはありますよねやっぱりリーチっていうのはなかなか読めないので、うんうんはい、かなり順目が立っててね捨て配でこう、うん、ハイの何枚がどうだっていうのが見えてこないと、はい、候補も絞れないですもんねそうですね、はい、でも泣き仕掛けはそんなことない泣き仕掛けはやっぱりあのこれは訓練でどうにかなるもんなんで、はい僕も最初からできたわけじゃないんで練習してできるようになったで誰でもできるはずなんでいずれ、はい、皆さんも頑張れますね、はい、私も頑張れるってことですね頑張れますよあの、はい、今回あのいろんなねプロじゃない方にも見ていただきたいんですけどプロの方にもぜひ見ていただきたい、はい、そんな動画になりましたそうですねもしかしたらプロの方もこれの動画見たら勝てないなってなってやめちゃうかもしれないですプロもプロの人数減るかもってことですね減る可能性ありますねこれが世の中に出たら楽しみにしてますはい中林さん本当に今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました次回の匠もお楽しみに